はい、委員会を再開いたしますそれでは休憩前に引き続き一般質問を行います管理不全空き家の行政大執行についての質問を行います はい、失礼しました、ただいま平山副委員長から質疑取り下げの申し出がありましたので、ご報告をいたします。はい、それでは、k、えー、川市政3期12年の都市計画行政についての質問を行います。平山副委員長 大変お待たせをいたしました。あの私からそのま先ほど申し上げたように、あの角川3期12年のま京都市政についてのその都市計画行政に関して少し大きな範囲内でまお伺いをすることができればというふうに思っております。まその4年前え、角川市長がですね。市民の皆様とのま安心。 豊かさ実感133のお約束という形で、市民の皆さん方に公約を示せお示しになられたわけでございまして、その都市計画行政に関係するところをです、ね、私の中で少し抽出をさせていただいて、そして本日はその都市計画局の理事者の皆様方と、そのことに関して、実績等を踏まえながら、 議論もさせていただけたらなというふうに思ってございます。少し12年前の京都市長選挙、私、現在32歳になりまして、えーまあ、思い返しますと、有権者となってですね、初めてのその選挙権の行使、私、11月生まれでございますので、あの、角川大作、 今の現京都市長がですね初めて出馬をされそしてその当時、確か中村和夫さんという弁護士の方とそしてあれ今、ちょっといらっしゃいませんけれどもあの村山翔英議員とそしてまあ民間のほうからえ岡田さんという4名の方が確か出られてそして市長選挙の、まあ 選挙戦に入ったというふうに思い出すわけでございまして、ですね私も初めての有権者となっての選挙権の講師であったわけでございますから、その当時、集められるだけの資料を集めたり、そして、やはり初めての投票権の講師だったんで、非常に責任、一票とはいえ、責任ある一票だというふうに思いながら、そして、 自分の一票を投じたい候補者を決めてですね、その当時、確か今もやっておりませんが、東山区と上京区では電子投票の選考実施ということで、思う候補者にボタンを押させていただいた、これで選挙が終わったんだなというふうに思い返すわけでございますけれども、そこからまさか学生として3年間、そして社会人になって4年間、そして議員として、 5年間、門川京都市政を、まあ、見させていただいたわけでございますが、まあ、12年前の私がこのような立場で,です、ね、まさか都市計画行政に関して質疑をしているなんて、まあ、いうふうには思わなかったわけでございますけれども、まあ、今回、まちづくり委員会の、まあ、副委員長という立場もおせつかってますし、門川三期十二年の3期12年の、まあ、12月11月司会ということは、最後の、まあ、定例会に、 開催をされる常任委員会という思いも持って、ですね少し多岐には渡りますけれども、先ほど冒頭申し上げたように、この市民の皆様との133のお約束、これに基づいた質疑を数点させていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。そして今あれでしたね 少し、えー、都市計画局の理事者の方々が今、産業交通水道委員会に行かれているということでございますので、少し、あのー、私、順番をもともと決めておったんですけれども、ちょっと順番を多少前後しながら進めさせていただけたらというふうに思っているわけであります。ままず1点目に関してでございますけれども その、まあ、日本の心の創生を牽引しそして世界の文化首都京都を実現という、まあ、門川市長のお約束の京都の自然や歴史文化遺産など歴史力地域力を生かしたまちづくりを進めます、まあ、この項目のえ中から進めたいと思いますが、まあ、これは、まあ、4年前の資料でございますが主な実績としては京都の食文化であったりそして課外の文化また地蔵本を市独自の文化 <laughs> 無形文化遺産に選定をされたり、ですね、まあ、全国に類を見ない新景観政策の推進による都市価格の向上そして町並み景観の保全、まあ、これは京町屋の保全再生であったり、歴史的建造物の修理、無伝中化石畳の舗装、石畳風舗装も含まれるでしょうけれども、そして地域の特性を生かした町づくりの推進、具体的には京都駅の西米エリアの活性化であったり、まこ、あ、地域の町づくり等々、まあ、多岐にわたるわけでございますが。 この項目の中のですね、まず、今の理事者がおられる部分で、質疑をさせていただきたいと思いますけれども、まず、梅麹公園を中心とする、京都駅西部エリアのまちづくりを進めますというところで、まあ、梅麹公園のそういう整備は、建設局とも大きく関わってくるところかなというふうにも思うんですけれども、まずお伺いしたいのは、都市計画局がその計画の選定に、 まあどのように関わってこられ、そしてこれまでの間、どのようなことをされてきたのか、お伺いをできたらというふうに思います、はいえー、森都市警官部土木担当部長はい、えー、いわゆる、えー、京都駅西部エリアの活性化についてでございます。えー、本市ではです、ねえー、京都市下業区西部エリア活性化将来構想策定委員会を 平成26年に土に設置をしまして、その将来像や活性化に資する方策等について検討を進め、策定委員会からの答申や市民意見募集の結果を踏まえて、京都駅西部エリア活性化将来構想を平成27年3月に策定をしました、そしてこれをその後、ですね平成28年8月ですけれども、都市計画マスタープランの地域まちづくり構想として、あの都市計画のマスタープランに位置づけをしてございます。 その後ですけれども、27年5月に国に対して、都市再生緊急整備地域の京都駅西部地域への拡大申し出を行い、同年7月に指定を受けていると、都市計画上はこういう経過をたどってございます、そしてこのあの、ね、持続可能な都市構築プランにおいて、広域拠点ということで、少し都心部を西に広げようと。 いうあの位置づけにしてございまして、まあ、それに基づいて、五、えー、条通りの沿道ですけれども、都市計画の変更をしまして、えー、オフィスでありますとか、えー、を、えー、誘導していこうというような形で、ってきてきございます、はい、田中委員ちょっと確認なんですけど、こういう場合の理事者の優先順位は向こうの委員会の方が優先になるの えー、特別優先順位はあのないというようなことで、えー、こういう状態でさせていただいてます。田中委員、ないんであればあのこっちの方が優先順位が高いように私は思うんですが。 はいえー、中身のお話をちょっとさせてもらいますけれども、えー、産業交通水道委員長の方から、あー自民党、同じくお名前、田中、えー、高徳委員長の方から、えー、申し出がございました、でえー、その中あー、事務局ともです、ね、相談をしながらですね、 こういう形でさせていただいているということで、私自身は委員長として認識をし、させていただいているところでございます。委員長として許可をし、こういう状態でさせていただいているということで、お願いをしたいと思います。いい 大変申し訳ございません。けれども、も、えー、よろしくお願い申し上げたいと思います。はい、では進行いたします。はい、平山副委員長あすいません。はい、えー、失礼します。えー、そしたらあのそのまあ、先ほどえー、まあ、梅小路公園のところでまあ、私もお伺いをしてたんですけれども、まあ、これ、えー、書いてある通り、まあ、水族館や鉄道博物館ともま連携をしながらというふうに書いてありまして。え、そして。 えー、今般です、ね、御工事の新駅の方うもまあ完成をして、まあ、そこのにぎわいというのは、まあ、先日私も寄せていただきましたが、えー、屋外のスケートリンクなんかも設置をされて、ですね、まあ、非常に通っておりましたら、小さなお子様を連れた、あまあ、あの朝の議論じゃないんですけれども、まあ、子育て世代の方もたくさんお越しになってですね、まあ、そういう意味では、非常に。えー 実績等も積んでこられてです、ね、このお約束に示させたとおりです、ね、この西武エリアのまちづくりを進めるんだという思いを持って進めてこられると思いますけれども、そのあたりに関しての都市計画局としての評価、総括に関してお伺いできたらと思います。はい、森部長。はい、あの都市計画局とし としましまては京都駅将来エリアの活性化構想のうちですね、えー、っと将来像とまちづくりの方針について地域まつり構想として実現をしてございますので。 あのその方針に沿って、いろんな施設ができて、まあ、にぎわいが生じてきているなというふうにも考えてございますし、今後はですね、一番の,の再整備でありますとか、ま、さらにあの都市計画変更に基づく施設の,あの民間での整備も進んでくると思いますので、引き続きそのあたりをあの注視をするとともに、必要に応じて都市計画の検討としていきたいというふうに考えます。平山副委員長 分かりました。まあ、引き続き、じゃその取り組み、施策に関してはよろしくお願いをしたいと思います。次に、えー、この3つ目の安心と活力を生み出す都市づくりと、歩く街京都を推進するというところで、まあ、歩く街京都に関してお伺いをできたらというふうにも思うんですけれども、まあ、この項目にも書いてある通りとおり、まあ、生活関連道路の整備を進めるとともに、そして歩いて楽しい街、 京都の取り組みを推進されるということで、まあ、ここは当然、建設局とも関わりのあるところも十分にあろうかと思いますが、まあ、この4年間かどあの、これまでのことを考えると、まあ、市場通りの、えー、歩道の拡幅の工事であったりですね、まあ、今、えー、私がお伺いできたらなと思うのが、まあ、やはり自分の選出行政区が東山区ということもございますので、 その東大路通りの整備構想に関しても、この歩く街、歩いて楽しい街、京都、これには大いに関わってこようかというふうにも思っているわけでございますけれども、少しあれですけれども、この東大路通りのですね、車線減少を伴う道路空間の再構築ですね、いわゆる2車線化と呼ばれるものでございますけれども、これに関しては現在、どのように、 取り組んでおられるのかいかがですかはい。川越歩くまち京都推進室土木技術担当部長はい、えー。東大寺通りにつきましては、えー、地域の皆様あるいは、えー、関係行政機関で構成する、えー、東大寺通り歩行空間推進会議を設置しておりまして、えー、平成24年8月に先ほど委員からもご紹介になりました整備構想を策定をしてございます <laughs> 現在は市内全体の自動車流入抑制に取り組むとともに歩道勾配の改善、電柱の移設、バスマッち環境の改善に取り組むことで安,安心で安全な東京市の実現に取り組んでいるところでございます。はい、平山副委員長。まあそういうふうにしてまあさまざまなまあお取り組みを、まあ、進めて、えー、いただいている中でですね。 まあ、その、まあ、ただ、今、車線減少をすると、まあ、非常に、まあ、混雑をするとかですね。まあ、そういったこともあるんでですね。そのあたりに関して、もう少し詳しく、ちょっと、ご答弁をいただけたらと思います。はい、川越部長。はい。あの、私ども,も進めます。歩く町京都の理念に基づきますと。えー、東大路通りの、整備こそに盛り込んでおります。歩行者や。 自転車の通行環境を確保すするるとととというここは非常に重要なことであると考えております一方で平成27年度に実施をしました交通シミュレーションでは現状の交通状態のままで2車線化した場合には東大路通りの交通量が減少する一方で川端通りなど他の南北幹線道路に多大な影響を及ぼし市内中心部の交通量が えー、ピークに達した時期の数字にまで近づいてしまう、そういったことが予想されてございます、そういったことでございますので、えー、現在の状況下では、えー、二車線化を実施する考えはございません平山副委員長。わかりました、現在の状況下で二車線化を実施することはないということで、ご答弁を承りました、はいえー。次にですね先、まあ、先ほどど島本先生もも少しし質疑をされれてましたけれども、まあ、ここの 歩いて楽しい街のところで,です、ね、で、まあ、その混雑対策という意味合いで、まあ、少しそれるかもしれませんけれども、まあ、やはり観光バスの混雑ですね、まあ、そういったところで、まあ、先ほど清水寺の方とかっていう話もございましたけれども、まあ、も本当に地元の話で恐縮でございますが、やはり地温院の辺りもですね、まあ、非常に混雑をしているわけでありますから、まあ、その辺りの,あの混雑対策に関しても、もう本当に複合的にいろいろとご検討を。 いいいいいたただきたいとういうふうにも思っててるわけでございまして、まあ、当然、それが、えー、東大路通りの混雑、市バスの混雑であったり、まあ、そういったことにもつながろうかとも思いますので、あの一つご検討、よろしくお願いをしたいと思うんですけれども、そのあたりに関してのご見解に何かあれば、お伺いできたらと思います、はい、西原歩く町京都推進室、需要推進担当部長。はい えー、観光バスの問題につきましてはあの先ほども少し触れさせていただきましたけども、えーっとえー、路上混雑対策、えー、ネットワーク、えー、協議会を、えー、設けまして、えー、そこの中で、えー、東大路をはじめ、えー、あの観光時あのシーズンにおきまして 混雑が予想されるところにつきまして、重点的なあの取り組みを行っているところでございます。ご指摘の,あの治療院につきましても、誘導啓発の看板を設置するなど、広く周知に努めているところであり、今後とも状況を注視しながら、関係局と連携して取り組みを進めてまいりたいと思っております。以上です平山副委員長 まあ特にあの観光バスなんかであればですねあのまあプロの皆さんだと思うんですけれどもまあ清水寺が混雑しているのは皆さんよくよくご存知だと思うんですけれども私もいっぺん車が原付きあったかなんかで通ってた時にですねまあ地温院の方に行く観光バスがそれこそ多分ね回れなかったんだと思うんですけれども白川沿いのところらへんでねな,なんて説明したいんですょう、間違えて多分右折してたんですよ。ならあの東路通り沿いの えー、どっかの家の出てる屋根にボーンぶつかっててですね、あのそういったところもあの拝見したこともありますので、まあ、やはりそういう,う啓発のみならずですね、あの本当に、まあ、慣れたドライバーばかりだと思うんですけれども、中にはやはりそういった方々がいらっしゃると、まあ、いうことも、まあ、十分あの参考程度でも結構ですし、まあ、ご認識をいただけたらありがたいなというふうに思ってございます。 そして次に、えー、この項目に載っておりますとその市場通りの地下通路を活用し、まあ、都心部のさらなるにぎわい作りを、まあ、進めますという形で、まあ、お約束をされているわけでございますが、まあ、今、市場通りこう歩道を拡くして、まあ、私の高校時代の同級生なんかで、えー、久しぶりに京都に来た人間なんかは、まあ、市場通り繁華街行きますよね河原町とか。そしたら、いや 平間く歩役者があったなというふうに同級生とかからは言われてですねそういう意味で市場通りという京都を代表するシンボリチックな通りですけれどもそこを歩道を克服をしてそして今の歩くって楽しい街京都につなげるそういう思いを持ってなされたわけでありましていろいろなご意見はあったと思いますけれども一つその信念の下でおすすめになってこられた。 まあいうふうにも思っておりますけれども、まあ、やはりそのときにですね、まあ、市場通りの地下通路、河原町から烏丸ですね、まあ、そういったところがしっかりとまあ有効的に活用できているのか、有効的に活用できたらですね、まあ、やはりもっともっとあのあたりの魅力の向上にもつながってこようかというふうに思うんですよ。まあ、先日あ、今年の委員会ですね、まあ、札幌市の方にもまあ委員会視察で行かせていただいて、まあ、札幌なんかはその、 札幌駅の地下通路ですねあの視察させていただいたらだいぶ整備されてましたよねで札幌の「さ、まあ、札地下」なんていうアプリですかね、まあ、そういうアプリも導入をされてそして、まあ、いろいろなタッチパネルで遊べる何かとか、まあ、それが市場通りのその、まあ、河原町烏丸間の地下通路空間でできるのかどうか、まあ、そういった課題はあろうかと思いますけれども、まあ、もちろん市場通りを地上を歩いていただくのが一番 いいのかもしれませんけれども、まあ、そういうただ地下通路もしっかりとまあ活用した中で,です、ねあのー、そのシンボルチックな市場通りの、市場通り沿いの魅力を合わせて地上地下と合わせて向上させてい,たださせていくことも、一つ重要なことかとも思いますけれども、そのあたりに関してのご見解、ご認識はいかかがですか、はい、三品歩く町京都推進室長。はい えー、市場通りの取り組みでございますけれども、あのこれは羽ばたけ未来みやこプラン、えー、実施計画第2ステージにおきま,おきましても、市場通りの地下通路の活用にかかる都心部のさらなるにぎわいづくりの推進ということで、項目を挙げさせていただいております。あのこの取り組みは、総,総合各局から平成30年度に私ども、えー、都市計画局が担当いたしまして、引き継ぎをいたしまして、えー、現在までに、 えー、地元の商店街でありますあの市場の繁栄会さんそれから阪急電車それから京都市三社で協議会を立ち上げまして、えー、市場地下道活性化推進会議という名のもとで、えー、様々な協議をしてまいりました、えー、ご承知かと思いますが約1キロのある、えー、1キロある通路なんですがそれはあの 阪急電車さんの実はあの鉄道施設でございましてそこをまあ開放する形で一般の方々が自由に往来できているという形でございます、えー、設置がされましたのが昭和38年で、えー、河原町に向けて延伸されたときに作られたということでだいぶ年数が経っているものでございます東の方は、えー、駅がございます京都河原町駅があってで河原あの高島屋があって、まあ、あの非常ににぎわいもあって活力のある場所西側については烏丸駅があって またあの、烏丸駅はリニューアルもされておりますし、えー、非常に賑わいがあるもう中央部分の、えー、寺町からたかあ高倉ほどの400メートル間がやはり薄暗くて、えー、なかなか阪急さんもお手が回らないということで、えー、十分に活用できていないとこういう課題がございましたそしてあのこのお通信会議を立ち上げまして さあ、どうしようかということで議論してまいりまして平成30年8月に中央部の天井やとか壁面をですね民間資本を活用して微妙化をいたしましたひび割れでありますとか水漏れをすべて直しまして非常にまあいい状態になっているとそこにまあのモバイル系の広告もまいりまして非常にまあ美しくなっております。その場所を活用いたしましまて え写真展とか絵画展とかいう文化的活用を現在まで進めておりましてこれまで7つの事業を開催してきております現在も天才アート展がスタートしたところでございますのでまたご覧をいただきたいと思いますがそういうふうな中央部の美しくして民間活力で美しくして三者の意見を合わせてですね文化的活用を進めていくとさらにこれをどのように進めていくのかというのはこれからの課題なんでございますけど えー、上の市場通りが非常ににぎわいがあって、9割の方が来場者の皆さんが歩きやすくなったと、えー、交通量も4割縮減できたということで、非常に意義のある取り組みができておりますので、上と下が非常にあの良い空間として、えー、街中のにぎわい作りとして活用されますように、今後とも積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。以上でございます平山副委員長 出張、まあの市長先ほどご答弁もいただいたように、まだまだ取り組みが不十分な箇所もあるというところであって、それに関して、引き続きさまざま取り組みを進めているところだというようなご答弁も頂戴したわけでございますけれども、本当に地上と連携をして、本当にその地上があって、地下があって、そして地上通りを通れると、こういうある意味で資産ですよね。これは 都心部の繁華街で、市場通りの、まあ、その間しか、まあ、私も思うところで、えー、申し上げると、まあ、そこが一番シンボリティックな場所であって、その資産がやはり一番いいところでもあろうかと思いますんで、ですね、まあ、そういう本当に地上と、そして地下をうまいことリンクさせて、連携をさせて、まあ、札幌ほど広くはないんですけれども、ですね、まあ、そして阪急の まあ持ちもんだというところで活用するところも京都市的にもいろいろな制限もあるのかもしれないんですけれどもまあそういった枠組みを超えてやはりまあ京都市全体がそしてこの街全体が盛り上がるようなまあ通路の活用にしていただけたらというふうにも思いますのでよろしくお願いをしたいというふうに思いますそして次に洛南新島をはじめ 南部地域を中心に京都市への企業誘致を推進されるということで、まあ、我が会派であれば重先生なんかがずっとおっしゃっていただいているわけでございますけれども本当にその京都市の南部の方にはですね大型の国誘致もございますしそういったところを広く大きく考えてまた今年のまちづくり委員会の年間テーマもこういったところにも重なって るる部分もあるわけでございましてまさに、えー、この3期12年のこの11月支配が角、まあ、川市長のその洛南新都の集大成っていうわけでもないんですけれどもそういうところでやはり、まあ、京都市法人の数会社の数も、まあ、あの法人税とかその税金を取るという基盤では極めて、まあ、脆弱だというような、えー、ご認識もある中で そういったところを有効的に活用して、ですね洛、まあ、南信徒はじめ、そういう企業誘致をしっかりと行って、まあ、そして京都全体の、まあ、経済が活性化するような取り組みをすれば、洛南新都地域も盛り上がってこようかとも思いますので、まあ、そのさに関してのこれまでの,そのお取り組みであったり、実績に関してお伺いできたらと思います。 高橋町再生創造推進室町づくり企画担当部長。はい洛、えー、南新都につきましては、ですね平成10年頃から取り組みを始めておりますけれども、えーと、平成21年にですね洛南新都の取り組みをさらに促進、加速させるために、ですね洛南新都町づくり推進プログラムというものを策定いたしました。また平成26年9月にはですね今後取り組むべき方策 方針及び方策について取りまとめました、洛南新都、まちづくりの取り組み方針を策定いたしまして、4つの分野、魅力的な都市環境の創出、企業集積の推進、交通利便性の向上に向けた取り組み、住民、企業等との共同によるまちづくりの推進に取り組んでいるところでございます。 洛南新都につきましては、ですね地域全域を見たときに、保全、再生、創造の、まさにその創造の部分を担うということでございまして、洛南新都がですね発展することによって、地域全域を発展させると、そういう大きな目的でやっております。これまで取り組んできたことといたしましては、企業の集積に向けまして、洛南新都内の土地所有者の方が、ですね企業に土地を提供、積極的にしてもらうために、土地所有者奨励金制度というのを設けております。 でこちら、の平成28年とかは、ね、奨励金の上限額等の拡充を図っておりまして、例えば、あそれまでと比べますと、上限額について500万だったところを1500万にするなどの取り組みをしております。 また平成31年度、令和元年度でございますけれども、この拡充措置を継続することに加えまして、さらにですね働く場の創出が求められていると、まあ、持続可能な都市構築プランというのも策定されたことも踏まえまして、ですねものづくり企業以外のオフィスというものも対象とするなどの助成対象の拡充を行っております。 その結果、ですね拡大前には3年間で12件の指定実績にとどまってたものが、この4月以降、半年ちょっとです,ございますけれども、すでに6件の指定がされているところでございます。また、魅力的なですね都市環境の創出ということにつきましては、今年度でございますけれども、洛南新都内の協業地域、商業地域とのですね、 ええー、ものづくり機能のさらなる集積、高度利用を図るために。えー、指定容積率を変更する都市計画変更を予定しているところでございます。また、交通利便性の向上に向けてもですね、現在調査を進めているところでございます。以上です。平山副委員長、えー。まさにね、まあ、本当に。いわゆる、まあ、先ほども申し上げたように、市場通り、い、海は、まあ、えー。オフィス等々もたくさんあるん、あるんでしょうけれども。まあ、そういった意味で、洛南新都というのは、この。 本市の京都市の成長これを維持そして発展させていくまあ本当に最後の地域とまでは言わないでしょうけれども本当に大切な大切な資産であるというふうに私自身も感じているわけであります当然我々の職業をしておりましたらこういう楽南信都という言葉は大体分かっているわけでございますけれども、まあ、それが果たしてオフィスの関係者だったり また、一般市民の方々までどこまで周知をされているかというような思いは私自身はありますので,です、ねまあ、本当にその洛南新とです、ねまあ、そういうはじめ市南部地域を、えー、そういう企業誘致を推進をしてそこが活性化することがまさに京都全体の活性化にもつながるんだ、まあ、そういう思いを持って引き続き、まあ、取り組みの方は強力に推進をしていただけたらというふうに思ってございます。 そして続いて、まあ、す少し、えー、あの田中昭秀先生もおっしゃってましたけれども LRT や BRT、まあ、新しい,そういう公共交通機関のシステムですね、まあ、これの実現に向けて取り組みますと、まあ、いうところもあったわけでございますけれども、まあ、私も先日ちょっと福岡市の方に行かせていただいたときにですね まあ連結バスなんかにまあ乗,せてえ乗らせていただいたわけでございますけれども、それが果たして京都市にふさわしいのかどうのか、福岡市、博多市区で、その辺りで乗ったときは、あそこら辺道路の幅も広いですし、そういった議論はさまざまあろうかと思いますけれども、先日もあの地上ですかね、上、上空を走らせるようなま新しいそういうシステム。 の導入も検討、まあ、試験的に国費を投入してやっているというようなご報告も聞いたわけでありますけれども、まあ、その LRT、BRT などの実現に向けて取り組みますというところでございますが、このかこにこ関してのその取り組みの進捗状況であったり、実績に関してはいかがでしょうか、はい、西村室長。はい LRT、BRT などの新たな公共交通への取り組みにつきましても、あの羽ばたけ未来へ都プランに乗せて、えー、事業を推進しているところでございますけれども、あの羽ばたけ未来都プランあの後期の計画を作った際には、この LRT とか BRT というものが京都においては、まあ、最,最新のシステムでありました。あの先ほど来、田中先生の方にもご答弁申し上げましたけれども、それ以降、技術が進展して、 働き方改革あの担い手不足こういったことにも対応できるようなもの自動運転の技術を使ったものこういったものも研究されておりまして LRTBRT の研究調査に加えまして国費を頂戴いたしまして平成30年度に調査をしたアメリカのベンチャー企業のものがあるということでございまして従前やはり LRTBRT これを導入する際の最大の課題といいますのが メリットとしては当然、遅延なく定時走行ができるとか、あの道路混雑に左右されない、こういうメリットがあるんですが、やはり道路環境を大きく占有してしまうと、こういったあたりの課題がございまして、そういったところで、よりそのコンパクトで都市空間に与える影響が少ないものを検討してみようと、また自動運転で自動でできるようなもの、担い手不足なんかにも対応できるものと。 で定時走行を超えて、もっとオンデマンド、事前の予約制でありますとか、あと行きたいところまで、えー、一気に行けると、まあ、理想ではありますけれども、そういった構想を掲げているう新しいシステムについて、一歩踏み出したというところでございまして、えー、引き続き、あの積極化,化に新たなあ、えー、公,共交通公共交通システムの検討についても取り組んでまいりたいというふうに思っております以上でございます。 非常に本当に、まあ、課題は多いんでしょうけれども、ま,あ、まさに夢のある話でございまして、ですね、えー、そういうものが導入されたら、本当にさまざまな課題も解決されるでしょうし、ですね、まあ、やはり新たな技術、新たなものについては、引き続きしっかりと、えー、追い求めていく、また民間ではできないことを、特に行政だからできることもあろうかと思いますので。 そういうい新しい交通システムに関しては、引き続き追い求めていただけたらというふうにも思っております。続いて、先ほども少し観光バスの混雑対策等々でありましたけれども、パークライドの利用促進をはじめ、自動車の流入抑制策をさらに推進するというところでございまして、私の家の近所にも、10畳のところに観光バスの駐車場があったりですね、 えーまあ、ただ、とはいえやはり、えーまあ、難しい部分もあって清水寺の方に行かれる観光バスも多いでしょうし、まあ、まあ京都駅のほうやったらショットガン方式とかいろいろなさまざまな取り組みを進めて、えー、なるべくパークアンドライドを実施をして、まあ、先日の門川市長も、えー、とある方の質問の答弁でマイカー利用というのは減ってそして公共交通機関を利用されている方々が増えていると。 まあまあ、これは市民の皆さんのデータも含めてなんでしょうけれども、まあや,はりえー、そのやはり市内のそういう観光地のあたりはですね、えー、当然、観光バスが来たら混雑をするわけであってだから別の観光バスが来たらあかんとかそういうわけじゃないんですけれども、まあ、そういうパークアンドライドをうまいことを実施をしていただいたらですね、まあ、特に今やったら伏見稲荷の方なんかもまあ非常な混雑具合ですよね。 まあそういうところを考えると、まあ、私もその伏見稲荷よりは北側ですけれども、本町通りの、えー、沿線沿いに住んでる人間とすればです、ね、またまあ24号線とか、四段街道とか、そういったところも関わってこようかとは思うんですけれども、まあ、そのパークアンドライド、まあ、これはまあ鴨川東岸線とかができたら、また新たな交通のインフラ整備が整う形にもなろうかとは思うんですけれども、まあ、まず、やはり取り組むべき、まああ 安価,では安価ではないわけでございますけれども、まあ、実効的にまず取り組めのこのパークアンドライドの、えー、利用の促進だとも思いますんで,です、ね、まあ、そのこの間の,その実績であったり、取り組みに関して、まずお伺いできたらと思います、はい、西原部長。はいえー、パークアンドライドの充実をはじめといたしました、えー、自動車流入抑政策の推進につきましては、 羽ばたけ未来や都プランの後期実施計画の方にも搭載して私ども鋭意推進努めているところでございます振り返りましたらパークアンドライドを本格的に開始いたしましたのが平成14年度でございました当時臨時のパークアンドライド駐車場ということで収容台数も1700台程度にとどまっておりました これをですねさらに拡大推進していく中でまずあの臨時的な一時的なものだけではなく通年型のパークアンドライド駐車場を増やしていこうとでそしてさらにはパークアンドライドですので鉄道等々との乗り継ぎこれを重視してより使いやすいパークアンドライドの駐車場にしていこうということで。 道路管理者、駐車場の運営事業者、そして近隣の自治体とか交通事業者等々と連携いたしまして、京都都市圏パークアンドライド連絡協議会というものを平成21年度に設けましたさらに平成28年度からは先ほど申し上げた使いやすいパークアンドライドの駐車場をより発信していこうと。 いうことで、えー、一つの登録制度というものを設けまして、あの私どもの方のホームページの方でも広く、えー、周知利用を呼びかけているところでございます。またあの事業者様にも働きかけて、えー、パークアンドライド駐車場、えー、鉄道駅と乗り継ぎをご利用なさった場合にですね、あの駐車場の 利用料金の割引等も導入していただくように積極的に働きかけておりましてこれにつきましても順次拡大を進めているところでございます引き続き自動車流入抑制歩いて楽しい京都の街の推進に向けましてパークアンドライドはじめ自動車流入抑制策に努めてまいりたいと思います以上でございます平山副院長 本当、ね、国内外を問わず、えー、京都に来たい、京都に観光に訪れてくださる皆様、本当にありがたいわけであってです、ね、まあ、ただ、もちろん、まあ、市民の人にも、そして観光客の方にも、京都の不満な点はいかがですかと、まあ、問うたアンケートを、まあ、実施されたかのようにも聞いておりますけれども、やはり混雑が、まあ、その不満な点、まあ、不便な点の、まあ、一番であったわけでありましてですね。まあそういった中で やはりバス会社であったり旅行会社とも連携をしながらただ、当然バス会社旅行会社は利用者目線で考えたらそのままバスで観光地に送ったら利用者目線ではあるんですけれどもだからどこかがそれをするとまあみんなそれに追随してしまって結局混雑をしてしまうようなまあ状況もあるわけでございますけれどもまあ粘り強くパークライドでやられた方が、あが結果的に混雑もせずに済んでそして 利用者の方にも喜んでいただけるよと、真の利用者目線はこのパークアンドライドだよと、まあそういうような啓発の仕方をもってですね、まあ一つこのパークアンドライド利用促進も引き続き進めていただけたらというふうに思っております。えそして次にまあこれもまあ交通局とも少し関わってくるかと思うんですけれども、まあバス路線の充実など交通不便地域のまあ公共交通維持確保、これも大きくまあ都市計画局が 関わってくる部分もあろうかというふうに思いまして、私、抽出をさせていただいたわけでございますけれども、これに関して、少し何かお考え等がありましたら、お伺いできたらと思います西原部長、はいえー。交通不便地における公共交通の維持・確保につきましては、あの同じく えー、羽バタ県未来エ都プランの実施計画に私ども位置づけておりまして、えー、進めているところでございます。あのまずはあの、えー、山間地域におきましては唯一のまあ公共交通であるという路線がいくつかございましてこれにつきましてはしっかりと維持確保してまいりました。えー、加えまして、えー、維持確保に当たりましては。 えー、地域の皆様方と共に利用促進に取り組んでいくという取り組みは極めて重要でございまして、えー、地域住民の皆様、区役所そしてあの交通事業者の皆様ともに汗をかきながら利用促進に取り組んでまいりましたまたあの一方交通事業者間では 京都には鉄道、バスさまざまな交通事業者さんが日々運行をなさっていらっしゃいますけれども公共交通京都市公共交通ネットワーク会議を立ち上げまして密な情報共有、連携とともにですねいかにして利便性を高めることによって皆様方の利用しやすい公共交通づくりができるかという点について取り組んでまいりました。 さらに加えまして平成29年度からです、ね、市内周辺地域における民間バスの事業者への支援ということでの路線拡充を 私どもの補助制度を立ち上げまして、後押ししているところでございまして、そういった地域地域でお支えいただいている民間バス、もっと元気になっていただきたい、そして住民の皆さんのご利用を進めていきたいということで、取り組みを進めているところでございます。先ほどどお話に出ましたけれども現在のの民,民間問わずです、ね、バスの運転士不足と えーいう問題があの全国的にあの課題になっておりますけれども、こうした問題につきましても、えー、交通事業者間と、えー、各関係省庁と連携して、えー、検討を進めているところでございます。以上でございます。平山副委員長、ま本当にその公共交通の維持、まあ、バスの民間バス会社の。 皆さんへのサポートも含めてという形でありましたけれどもやはり、えー、こういったところの路線を維持していくこと難しくはありますけれどもやはりこれがこれこそが行政の、えー、担うべき役割でもあるというふうにも私自身は、えー、思っておりますしですねまた あー我が会派の寺田議員なんかが先日来、京都カードの導入なんかいう提案もまたされてきたというふうにも思いますし、これは当然、交通局も密接に関わってくるところでございますので、あの都市計画局だけではあお話自体は進まないわけでありますけれども、まあ、そういった幅広いところと連携をしながら、この市民の足をしっかりと守っていく、守り続けていく、まあ、そういう気概を持って、 まあこの、えー、お取り組みについては、引き続きお勧めをいただきたいというふうに思います。え次に、えー、少しこの市民の皆さんとの133の約束のページは戻りますけれども、まあ、災害に強いまちづくりで市民の命と暮らしを守りますという感がございまして、この当時、確かまだレジリエントという言葉は、 一般的でははななかかったのかなといいう,うには思いますけれどもま,まさに先見の命というわけではありませんけれどもこの133のお約束をされた時に災害に強いちづくりで市民の命と暮らしを守るとま,まさにレジリエントシティこの考え方そのものの公約かなというふうにもえ思いますけれどもまそこでお伺いをすることができたらというふうに思いますのが。 まずは、そのページの次のページの密集市街地、そして災害路など、歴史とし、京都の特性を踏まえた安心安全なまちづくりを進めるというところで、ああのこの決算の市議会でも少しお伺いをしましたが、防災広場なんかもその密集市街地の災害路対策の一つでしょうし、非常に影響としないまあ旧市街地が多いわけであって、ですねまあそれがある種、 国内外を問わず皆さん方に対する魅力の一つのにもなってくるのかなというふうにも思うんですけれどもやはりそういう災害路が多い民衆市街地が多いというのはこれは災害に強いちづくりを目指すんだ裏返せば災害に弱い街であったそういう都市特性があるというふうにも読み取れるからこそこういう形でお約束をされているわけでございますけれどもその申し上げたように民衆市街地災害路など歴史都市京都の特性を踏まえた その安心安全なまちづくりを進める、これに関しての取り組みと、そして実績をお伺いできたらと思います高橋部長、はいあのま。木造密集市街地ですとか、災害路、えー、これにつきましては、あ地震等のです、ね、災害時において、えー、避難や救助に一生き来たつ恐れもあると。 から火災の延焼拡大につながる恐れもあるということから課題であるというふうに認識しております、まあ、その一方で,です、ね、そういった民衆市街地等においては例えば古くからの街家がり立ち並んでおりましてコミュニティもしっかり行き継いでいるとか京都らしい風情というのを称えておりましてそれをです、ね、全面的にクリアランスしてしまうというのは京都の魅力をです、ね、逆に失ってしまうという恐れもある ことだと思いますそういった中で、えっと、京都市としてはです、ね、平成23年度でございますけれども、えー、有識者会議検討会議を開きまして歴史と市京都にふさわしい、えー、実効性の高いです、ね、密集市街地対策それから災害対策のあり方について議論をいたしましたそして平成24年度にです、ね、密集市街地の取り組み方針それから災害対策指針というものを策定いたしまして現在です、ね、取り組みを進めているところでございます具体的に申し上げますと <laughs> えと優先的に防災まちづくりを進める地区というものを11地区選定いたしまして、でえー、と地域と行政がです、ね、一体となった防災まちづくりを進めると、で先ほど先生からもご紹介ありましたけれども、防災広場の整備ですとか、あ袋自治タンにおけるです、ね、耐震防火改修とか、避難経路の確保等の助成事業を行うですとか、あとは道路指定制度とのです、ね、規制誘導策による建物更新を進めるとか、そういったことをしております。 で現在までにです、ね、防災まちづくりの取り組み地区については平成24年度から毎年2地区ずつ拡大しておりまして、えー、と現在20地区、優先地区11地区を含む20地区において、えー、取り組みが進められておりますまた平成30年度末にはです、ね、優先的に防災まちづくりを取り組進める地区11地区すべてで防災まちづくり計画が 策定されまして、今後ですね、えー、補助事業等を使いながらさらに取り組みを進めていくこととしております。えっとまたですね、えー、そういったあ住民、えー、まあ,あ補助事業で、えー、と取り組め取り組んでもです、ね、なかなかあ効果限定的な地区、例えばあすごく狭い袋地ですとか宅地が密集しているエリアの安全性とか住環境の向上を図るためにですね、平成三十年度から 京都市路地再生プラットフォームというものを、会議をですね、えー、作りまして、そこで外区の安全性とか住環境の向上に資する、路地再生、こちらを官民連携で進めるという方策についても検討しているところでございます、以上です平山副委員長。ぜひね、まあ、やはりそういう京都市の都市特性、まあ、これは本当に裏を返せば、密集、市街地、災害路、まあそういう災害 が来たににいいかか対応していくのかただ一方でやはり地域のコミュニティとか強みもあろうかというふうに思います。だからこそですね、まあ、しっかりとこのレジリエントシティの理念に基づいてですね、まあ、災害に強いまちづくりで市民の命と暮らしを守っていただきたいというふうにも思っております。まあ、そこで次に、まあ、これ、私も先日も代表質問等もさせていただいたときに、えー、少し問い。 通った部分もありますけれども、まあ、町の匠の知恵を生かす、まあ、京都型耐震リフォーム制度で住宅の耐震化を加速しますと、まあ、これは、えー、耐震の部分に、まあ、特化して133のお約束では書いてあるわけでございましたが、まあ、この4年間を思い出すと、まあ、大きな地震等々であればです、ねまあ、大阪府の北部地震が、まあ、この京都の近辺であったらあったわけでございましてですね。まあただ 京都市には当然、花折れ断層であったり、そういういついかなる時にそういう大きな地震が起きるかもわからない、いやもう本当にいつ起きてもおかしくない、まあ、そういう認識のもと立っていかないといけない、まあ、そこの先ほどの災害路とか民主市街地というわけではないですけれども、やはりそういう意味で京町屋が非常に多いわけであって、まあ、木造というのは一般的に当然ですけれども、耐、まあ、震が。 RC 構造であったり鉄骨構造に比べると、まあ、まあ法的基準としては弱いわけであってですね。まあ、そういった中でいかにまたその耐震構造を進めていくのかまた一方であの冒頭申し上げたように代表質問で私が問うたのはですね、その耐火のリフォーム制度ですね、まあ、これは創設もしていただいてですね、えーまあ、ただ利用の状況に関してはまだ周知の不足等もありですねそののの、耐震のリフォームほどの、まあ 利用の実績でではないといとうわけけありますけれども、まあ、火事に関してはです、ね、この4年間でも大きなものがありました。私の地元であれば祇園町であったり宮川町でも大規模な火災があって宮川町の方では特にあの本当に、えー、貴重な人名がいじめ失われたという、まあ、そういうこともあったわけでございますけれども、まあ、そういった意味でやはりそういう、まあ、町の匠の知恵を本当に生かしたそういう。 制度ですねこれをどんどんと利用促進、図っていくこと、これは一つ重要なことだというふうに思うんですけれども、そのあたりに関しての実績であったり、取り組みに関してお伺いできたらと思います、えー、高木建築指導部長。はいいありがとうございます えー、住宅の耐震化の取り組みにつきましては、えー、本市の基本計画「羽ばたけ未来へ宮古プラン」の後期実施計画におきまして、えー、町の匠の知恵を生かし地域と連携しながら市民事業者とともに取り組む民間建築物の耐震化の推進を掲げております。で平成28年度にはですね えー、耐震改修促進計画を改定い,いたしまして、えー、京都市建築物耐震改修促進計画副タイトルで京都に息づく人と町の命を守るを策定をし、えー、その新たな対策計画に基づき今取り組みを進めているところでございます、えー、この新たな、えー、対策計画の中におきましては今あの議員ご指摘のございました京町屋 これについては、やはりあのしなやかにですね揺れて地震に耐えるという特性をですねまあ最大限生かした形での耐震改修をしっかりやっていただくというようなことを進めているということですとか、あと密集災害路におけるですねまあ耐震化の取り組みを十分に 防火とも連動させながら取り組みを進めていくなどの取り組みを進めておるところでございますまた大阪北部地震直後におきましてはコンクリートブロック塀のです、ね、対策もいち早くです、ね、立ち上げて今、実施をしておると除却と除雪事業を実施しておるというところでございます。 いずれの取り組みにおきましても地域の皆様それから事業者の皆様との連携のもと取り組みを進めているというところでございまして制度的にはですね住宅の耐震化省エネや総エネのそういった他のですね助成制度と 受付窓口を一元化することによりまして、まあ、連携することによりましてです、ね、まあ、リフォームの際にまあ手軽に利用していただけると、まあ、いうことを主眼におきまして、まま、町の匠事業を核にです、ねえー、取り組みを進めているあの町の匠事業、あの正式名称でいきますと,、えーえー、と町の匠の知恵を生かした共同型耐震防火リフォーム支援事業というちょっと長い名前でございますが、まあ、手軽にメニュー化された 内容を実施していただくことによって、えー、分かりやすく、まあ、あの支援をするというものでございまして、まあ、これがあの、えー、ひいてはです、ね、町の匠の皆さん大工の皆さん左官屋の皆さんそれから瓦屋さん、えー、それぞれの皆さんの職人さんのです、ね、仕事講師としても、えー、しっかりとまあ定着してきているところでございます。 地域での普及啓発ということでございますがこれも積極的に取り組んでまいりまして町の匠の皆さんと地域とがです、ね、直接活動するという場面も多々作ってまいりまして住宅耐震化の啓発が進んできているところでございます。これままでの取りり組みよりまして えー、町の匠の事業をお使いいただいた方、えー、祭りの匠、えー、いわゆるあの職人、えー、技術者の皆さんで1200、えー、社の方にお使いいただきました。で補助事業も、えー、5000件を超える5100件程度、えー、現在で補助事業を活用して耐震改修を実施していただいておるところでございます。まあ、こういった取りり組みによりまして 耐震化の取り組みのそのがですね着実に拡大させることができたというふうに考えておるところでございます平山副委員長本当にま十分なお取り組みをしてきたんだというようなご答弁もいただいたわけでありますけれども本当にまただ地震であったり火災であったりそして まあ近年であればもう台風なんかもまあ多発をしているわけであってです、ねまあ、そういう大型な災害というのは、まあ、いついかなるとき起きるとも限らないわけであってです、ねまあ、十分に十分すぎる施策をしたとしてもというところがありますので本当にえ十分に十分すぎるようなあまあ政策政策をまあ引き続きまあ進めていただけたらというふうにえ思っております。そしてまあその,まあ京町屋の えー、ところで、まあ、先ほどは町の匠の耐震のリフォームですが、まあ、京町屋の保全活用を推進する、まあ、条例の制定など歴史的景観資源を生かした町づくりを進めるというところで、まあ、この4年間で、まあそのまあ、京町屋の保全条例の、まあ、制定も、えー、あったわけでございますし、まあ、昨日もあの町づくり委員会からは天方委員長と宇佐美副委員長、私出席をさせていただきましたがこの京都景観賞京町屋部門なんて、えー、いう形で,です、ねまあ、本当に 京都のそういう景観にふさわしい京町屋に関して表彰をしていろいろ応募はあったというわけでありますけれどもそのいわゆる京都らしいその資産を次世代へ時代へとしっかりと引き続きつないでいかなくてはいけない、まあ、そういった思いを持って、まあ、例えば昨日の表彰式であったら市長表彰であったりそういう。 各部門の賞を設けられていたわけでありますけれどもです、ね、まあ、その、まあ、こういう京町屋部門の京都経官賞、まあ、これにも代表されるような取り組みであろうかと思いますけれども、まあ、そのこれまでの間に進めてきた実績であったり取り組みに関して、お伺いいいをしたいと思います、はいえー、高,橋高橋部長。 ありがとうございます、えー、京町家の取り組みにつきましてはですね、えー、平成12年度からあ京町屋再生プランというのを作ってですねその頃から相談体制の整備ですとかあとは寄付を財源とした助成というのを始めておりました。ただですね、あのー、平成20年度 それから28年度に行ったあ京町屋まちづくり調査京町屋がどれくらい残っているのかという調査をした際に、えー、それまでとです、ねえー、減少傾向が変わらない、まあ、引き続きです、ね、年間2%ずつ程度ずつ減少してしまっているという状況を踏まえまして、えー、と平成28年、えーと 平成27年度でございますけれども京都市の方にですね京町屋の専任部局を置きまして体制を強化するとともにですね平成28年度からえ都、ー、と、えー 有識者会議を検討開きましてそこで議論をした上えで条例を制定する方向にしましたで議事会でもご議論いただきまして平成29年11月に京都市京町,屋の京,京町屋の保全及び継承に関する条例を制定したところでございますまた条例の全面施行に合わせまして京町屋所有者と活用希望者のマッチング制度の開始ですとかあとは条例に基づき指定した京町屋に対する 改修助成制度の創設ということをしております。またですね。えっ、ー、と、平成三十一年二月には。 京町屋の保全及び継承を総合的計画的に進めていくための計画づくりというのもしておりますで先ほど先生からご紹介のありましたあ京都経観賞といったですねこういった普及啓発ということも重要だと考えておりますあのやっぱりですね実物を見ないと一般の方にはなかなかご理解いただけないということもありますので、まあ、京都経観賞ではですねえ望ましい改修をされた京町屋ですとかそれからあの新築なんですけども京町屋の,その衣装携帯を取り入れたりとかよ を取り入れたりしたものを,を象徴するとかあとは生活文化をですねえーえーと 継承ししたたりりとかそれをを魅力を発信したりする取り組みを行っている団体ですとか個人の方を表彰するという取り組みもしております昨日の京都経管省で言いますと320件のです、ね、非常に多い,多いあのご応募をいただきまして68件の表彰をさせていただいておりますこういった取り組みを通じてです、ね、京町屋の保全及び継承についての市民の方々のです、ね、ご理解 とかもまいただきながらですね、えー、引き続き取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております以上です平山副委員長まあ本当に京町屋これはあの京都のま歴史があってその京町屋というものがまあ残ってですねえそしてまあ当然この京町屋というのは非常に大切な京都の資産であってそれをしっかりと次世代へ時代へと引き続いてえ引き継いでいくのが まあ今を生きる我々の使命でもあるというふうにもえ思ってまおりますのでですねいろいろなライフスタイルの多様化であったりそういう住宅供給住宅事情というのもまあ日々刻々と変わってくることかとも思いますけれどもやはりまあこの京町屋例えばまあ井上家住宅にしてもそうでしょうしまあ何かえ昔から変わらない何か価値観が守られているのがまあ私京町屋 ななのかなというふうにも感じたりするわけでございますので引き続きその保全であったり歴史的景観資源を生かしたまちづくりこれに関しては進めていただきたいというふうに思いますそして次にその京都の町並みに調和した看板の普及を進めるということでございますがこれに関してもさまざまな議論があったりですね本当に担当されている方々というのは非常なご苦労が あったかとまあいうふうにも思うわけでございますけれども、まあ本当にただそれを進めてきたことでですね、まあその京都のま町並みが守られた守られてきたという側面も一方であるわけであってですね、まあそのそういう思いを持って今のその取り組みであったり実績に関してお伺いできたらと思います。はい、橋本広告景観づくり推進室長 えーえー、京都の広告物の、まあ、取り組みによって町並みが守られてきたと。 今おっしゃっていただきました点につきましては、都プランの実施計画の中での大きな柱として、京都にふさわしい国外広告物の普及促進という形で大きな柱として進めさせていただいているところでございます。併せましてです、ね、この計画の中ではです、ね、これもご存じの通り、先ほどお話しいただきました、景観市長のある広告物の適正化、この2本柱で進めてきているところでございます。あのこれも、えー、既でにもう何度もお話しさせていただいてます通り、 でございますけれども約今から12年前の新景観政策のスタートから現在に至るまでですね市民、事業者の人方ならの、まあ、ご理解とご協力、ご苦労、ですね先ほども触れていただきましてご苦労いただくことによりまして、ですね併せましてローラー作戦に当たりましては司会の皆様の続難のご支援も賜っております、そういうことも踏まえましてですねローラー作戦以前には、 3割程度であった適正表示率につきましては現在は97.7%という形で大きな進捗を見せているところでございます合わせましてえ数字につきましてですねこれを数字に置き換えますとえ当初まあおよそまあ3割程度であれば約3万件以上の違反広告物があったということなんですけれども今現在では1000件程度 とといいうところままで大きく本当に進捗をたたしましたそういった皆様方の、まあえー、進捗といいますかご苦労に合わせる形で、えー、私どもに今大きな、えー、与えられている課題といたしましてはですね、まあ、こういった形で市民事業者の皆様の広告物への関心も高まっているということもございますのでやはり今後はですね、えー、有料化広告物の普及促進啓発 これを一層取り組んでい、えー、く必要があると思いますし、えー、先年、えー、私どもの方で、えー、取り組んでおりました、えー、のれん提灯への新たな広告物への補助ですね、これも大きく市民にご利用いただけますか形で、えー、のれん提灯の普及が大きく進んでいるところでございます、こういったものを探知といたしまして、一層今後も進めてまいりたいというふうに考えております、以上であります平山副委員長、ぜひともあのよろしくお願いをしておきたいと思います。 そしてこの項目としては最後に空き家の対策ですね、これ、先ほど川島先生からもありましたように、やはり管理不全空き家をどうしていくのか、そしてまた私、非常に評価をしておりますのが、この間、住宅特例ですね、これの要件を少し厳格に運用をして、ですねそういう空き家を発生させない取り組み、これも一つ、非常に重要な取り組みであるとも思いますしですね。 そのまあ、空き家を流通させる、流通させる、まあ、これもやはり重要な取り組みであって、いろいろなことがあろうかとも思いますし、まあ、私以前、特別質疑において、まあ、空き家の主たる要因は何なのかというふうに、えー、お問いかけをしたときに、やはり相続が空き家を発生させる主たる要因になるというふうにもご答弁も頂戴したわけでありましてです、ね、まあ、そういう相続に絡めたところで、 まあ水際で防ぐわけじゃないんですけれども、空き家予備軍をそこで防ぐことができたら、まあ、やはり空き家対策、まあ、住宅用特例の厳格な運用もそうでしょうし、空き家を抑制することにもなろうかとも思いますので、まあ、そのあたりに関してのこれまでのお取り組みと、そして実績、思いに関してお伺いできたらと思います、はい、梅沢室長。はい ありがとうごござざいいいまますすて空き家対策についてでございます、まあ、京都市ではまずあの平成25年7月にえ総合的な空き家対策の取り組み方針というものを策定して取り組みを始めたというところでございましてまあ組織といたしましてはえ翌年の平成26年4月にこの空き家対策を総合的に取り組めるようにということでこのえ今あるち再生創造推進室というものを設けているというところでございました。まあ、そうした中ですね国があの空き家特措法を を制定するのに先駆けまして平成26年に空き家条例を施行いたしまして平成28年度には空き家等対策計画を策定しておりますこういった中でですね市民の皆様をはじめまして地域や不動産事業者の方また司法書士や行政書士といった空き家問題に関わる専門家などまあ、多様な主体の皆様のご理解ご協力をいただきましてですね、えー 今平山委員からもご紹介ありましたように空き家の発生の予防それから活用流通の促進適正な管理こういった総合的な空き家対策として取り組みを展開してきているというところでございます少し具体的に申し上げますと京都市の基本計画の後期実施計画では今申し上げました総合的な空き家対策の推進という項目で掲げておりますが中身といたしましては 1一つには、えー、地域が、えー、主体となった空き家対策というところで申し上げますと地域における空き家の実態を把握す,把握するための街歩きですとか空き家マップの作成 また空き家所有者に、まあ、地域が主体的に、えー、働きかけていただくというようなこう、えー、先進的な取り組みとして、まあ、地域連携型空き家対策促進事業こういうことを展開してきておりまして、えー、まあこういった取り組みに加えて密集・市街地での取り組みまた予防の講座等々ありますがこういった中で地域主体の空き家対策これが全227学区のうち半数を超える123学区で取り組んでいただいているこういった状況でございます。 また次に空き家の活用について申し上げますと空き家活用流通支援等補助金というと回収助成金がありますがこれらの実績がこれまでで約320件を数えておりますこれに加えまして先ほどもちょっと答弁で申し上げましたが京都市の検証を受けていただいた不動産事業者の方に地域の空き家相談員として現在280名を超える方にご活躍をいただいておりまして30年度には年間800円 約300件を超える相談を受けていただき約300件が実際に流通に至っているという状況でございます。えー 加えて管理不全空き家の適正指導、これにつきましては先ほどの川島委員の時にも答弁させていただいたところ重複するので恐縮ですけれども所有者で是正いただくことを基本に助言、指導を重ねておりまして大執行もこれまで2件行っておりますそういった強い姿勢で臨んでおりまして9月末時点で解決数が1077件。 解決率につきましては平成27年度末の26.7%から50.1%まで向上しているといったところで着実に空き家対策は進んで進展しているものと理解をしておりますまあこうした取り組みに加えまして何よりこう市民の皆様地域の皆様そして関係者の皆さんのご理解ご協力こういったことによりまして先ほど平山委員がご紹介いただきましたように9月30日に公表されました国が実施 した平成30年度の住宅土地統計調査、これにおきましては、全国的に空き家数、空き家率ともに増加している中で、え、ー 京都市では前回調査に比較して初めて空き家数が減少するというところで8300個の減、率に達しても1.1%の減となっております、まあ、こういった取り組みをねこれからもやっていきたいというふうに考えておりまして、ただ今後、人口減少社会、進展してくる中で、委員からもご紹介にありましたような抜本的な対策、こういったものも住宅用地特例も含めてですねしっかりとやっていきたいと考えているところでございます。 まもなく午後5時になりますが、委員会の質疑の状況を見て必要に応じて休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。平山副委員長、ありがとうございました。まあ最後に本当にこのまあ平成30年度の一般会計決算の数字で恐縮ですけれども、都市建設費がまあ約780億円で、まあその決算に該する内訳としては約10%と、まあもっと 多くてもなとかっていうふうには、私自身も個人的には思うわけでありますけれども、今、さまざまな取り組みであったり、その実績をお伺いをさせていただいて、まあ、非常に、えー、門川市長もその市民の皆様との133のお約束を着実に推進されているものだというふうに理解をさせていただいたわけであります。まあ、そのそういいった思いを込めてて、ね、最後にに局長にです、ね、これまでの間の間総括とそして 今後の未来のその京都市の都市計画強化に対する意気込み思いなんかをお伺いできたらというふうに思います。鈴木都市計画局長、あの都市計画局事業が多岐にわたっております。えー、一つずつ、えー、ご紹介申し上げるわけにはいきませんが、何しろあの少子、えー、人口が減少するとこういう。 ところに直面いたしまして都市としてどうし,どうして対応していくかというのが都市計画の大きな柱だというふうに思います先ほども少しあのご紹介いたしましたが持続可能な都市構築プランを作りまして、えー、中核拠点また地域中核拠点でしたかね<ー>、えー、いろいろと地域ごとにいろんな取り組みを進めていきたいと思いますので、えー、その中で例えば住宅政策であったり歩く街の政策であったりそ、えー 建築行政だったり、そういうところは必ずかか、えー、ってくると思いますので、その辺をしっかりと連携さしまして、えー、融合さしまして、えー、活力あるまちづくりを進めてまいりたいというふうに思います、はい、この件に関連して、ほかにございませんか、田中委員。あのちょっと一点、えー、教えてほしいんですがあの、えー、看板屋外広告物の看板違法看板の おいまだ違反されているのを指導している件数ってどれぐらいですか、ね、橋本室長。えー、今あの、適正化率が97.7%まで進んでいると。 ということ先ほど申し上げましたけれども、残っている違反件数はおよそ1000件でございます、この宣言に対しましては、あまねく今、指導をしておりますあ、もちろんその指導の頻度がさまざまであったりしますけれども、例外なく厳しい指導を続けているというのが現状でございます、以上であります田中委員。その宣言の,あの内訳なんですが、のまあ、うたら、真ん中の落中と、あの我々下々の,あの周辺部と、 のこの割合はどの辺どのぐらいですか。橋本出場。 あすみません今、ちょっとあの行政区別のちょっと件数を持ち合わせておらないので、ちょっと申し上げることはできませんけれども、えー、決して街中が多いであるとか、周辺区であるから多いということはなく、ほぼあの一様にえー近代あの違,反違反状況といいますか、適正化も進んでおりますし、結果として違反広告物も同じようにまあ残念ながら残っているということでございまして、さまざまな地域で今、適正化の指導を進めているということでございます。田中委員今後場ああのの場所場所によって で、その、えー、規制の見直しいうのも一応考えてはいるか、それはもう考えていない。橋本市長。 まあ現時点での私どもの考え方でございますけれども、やはり今まで是正をしていただいた方との均衡等を考えますと、ですねやはり簡単になかなかあの制度を変えるというのが難しいというのが現状かと思っておりますので、やはりいち早く適正化を進めて、違反を解消するというのが私どもの大きな課題であるというふうに考えております。以上ででででありままますすす田中委員あの個人資料で結構ですののの区別のその宣言の内訳がかかったらまたらら教ええてもらえますか 橋本室長提出させていただきますはい。この件に関連して他にございませんかはい。なければ以上で都市計画局を終わります理事者ご苦労様でした次の建設局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承を願います それでは建設局の理事者が参りますまでしばらくお待ち願います。 委員会を再開いたしますそれでは建設局関係の付託議案の審査を行います議第239号、240号、270号及び271号一級河川七瀬川有水地整備工事請負契約の締結についてほか3件以上4件を審査いたします審査は議案についての説明を一括して聴取した後 関連する議案ごとに質疑を行うことといたしますそれでは理事者説明願います今井建設企画部長着席して説明してくださいはいありがとうございますそれでは今司会に提案をしております建設局関係の議案につきましてご説明をいたします令和元年11月司会議案説明資料議案説明資料冊子ナンバー1の 議二十三ページをお開き願います。議第二百三十九号一級河川七瀬川有水地整備工事請負契約の締結についてでございます。一級河川七瀬川の地水安全度を高めるために都市基盤河川改修事業としまして河川の付け替え工事を含めた有水地の整備工事の請負契約を締結しようとするものでございます。 1工事の概要についいてでございます、1. 工事名は一級河川七瀬川遊水地整備工事2主な工事内容は矢板護岸港土工河川付け替え弧3整備内容につえ整備概要につきましては遊水地貯水量が1万1,000立方メートル遊水地面積が3,080平方メートル 有水地深さが4.7メートル付け替え河川の延長が133メートルでございます。2工事の場所は京都市伏見区深草大亀谷東急法寺町及び深草谷口町でございます。3請負い金額は税込みで8億333万円でございます。4契約方法は 技術評価と入札価格の合計点数で評価を行う総合評価一般競争入札であり本年10月25日に仮契約を締結しております。5契約の相手方は岡野慶根特定建設工事共同企業体所在地及び現在の資本金は記載のとおりでございます。6竣工期限は 令和5年3月15日でございます続きまして24ページを開き願います一一図をご覧ください赤色で示しておりますのが本工事の施工範囲でございます深草、えー、伏見区深草大亀谷東九宝寺町と深草谷口町にまたがっており JR 奈良線の東側大岩街道の南側となります 続いて2、遊水地整備工事の概要でございます。七瀬川は河川が強小なため、これまで浸水被害が発生することがありました。これを改善し、水安全度を高めるため、河川の付け替え工事を行うとともに、遊水地の整備工事を実施するものでございます。遊水地の機能としましては、豪雨時に七瀬川の増水した流水の一部を遊水地に引き込み、 一時的に貯留し川の水位が下がった時点で排水ポンプを稼働させ七瀬川の水を戻すことにより下流域に流化する水量を軽減するものでございますなおポンプ設備及び後ほどご説明いたします広場等に関する工事を別途令和4年度に予定をしており事業費は概算で約2億円を見込んでおります25ページ1整備概要でございます 下の工事概要図も合わせてご覧ください。有水地貯水量は一万一千立方メートル。有水地面積は三千八十平方メートル。有水池深さは四点七メートルであり。付け替え河川百三十三メートルを整備し。稼働をショートカットいたします。豪雨時には七瀬川の水が越流堤から有水地内へ流れ込むようにいたします。括弧に、整備による。 治水効果でございます七瀬川はおおむね10年に1度の確率の豪雨に対応できるよう整備を進めてきておりますその一環としまして今回の河川の付け替えと流水地の整備を行うものでございますこの整備により豪雨による河川の増水時に七瀬川の流量を最大で2割以上低減することができ下流域の治水安全度が格段に向上いたします 3有水地の有効活用でございます。当該遊水地は河川の増水時にのみ水がたまる施設であり平常時は有効活用が可能であることから流入口となる西側半分を除く東側半分1,520平方メートルにつきまして十分な安全対策を講じた上で市民の皆様が利用できる広場としての機能を併せ持つような整備を別途工事にて実施をする予定でございます。 続きまして、議27ページをお開き願います。議第240号、不動宇治与度線、淀高架橋、京阪電鉄湖線区間、改修工事、委託契約の締結についてでございます。不動宇治与線に位置する淀高架橋の京阪電鉄湖線区間におきまして、耐震性の確保と補修を行うため、橋梁の耐震補強及び 1工事の概要でございます不動宇治淀線淀高架橋の京阪電鉄5000区間における改修工事一式で工事延長は2 3 2ル工事幅員は9 5メートルでございます2工事の場所は京都市伏見区淀水町及び淀木津町でございます 三、委託金額は税込みで6億2033万4000、えー、円でございます。四、契約方法は随意契約でございます。五、契約の相手方は、京阪電鉄、えー、京阪電気鉄道株式会社、所在地及び現在の資本金は記載のとおりでございます。六、竣工期限は、令和4年3月31日でございます。 7随意契約を行う理由でございます本工事は京阪電気鉄道の軌道時期内でありその施工に当たりましては電車の安全管理・安全運行の下精緻な施工計画の立案と施工管理を図る必要がありますその適正な履行を確保できるのは京阪電気鉄道株式会社のみであるため同社に委託をしようとするものでございます 28ページをお開き願います本工事の内容につきまして詳しくご説明をいたします 1. 一図をご覧ください本工事区間は赤色で着色をしている箇所でございます 2. 工事概要でございます淀高架橋は緊急総道路である不動宇治予土線の橋梁であり建設年は昭和52年と建設後42年が経過をしております 29ページの写真をご覧ください工事内容は2の写真にあります通り橋脚繊維シート補強を8橋脚地中基礎コンクリート巻き立てを20基また1の写真にありますとおり北などの塗装塗り替えを約1,640平方メートルまたコンクリート補修等を1式交通誘導員河川防護といった 仮設備一式でございます。3委託金額についてでございます。括弧1経過としまして、京阪電気鉄道との委託金額との、えー、委託金額の交渉の経過をご説明をいたします。あ、当初でございます。平成31年度予算では、京阪電気鉄道株式会社からの見積もりに基づき、令和元年度1億円。 令和年年から3年度7億400万円合計8億400万円としておりました。工事費の内訳は表に記載のとおりであり丸1橋脚補強に1億1,600万円丸2塗装塗い替えに4億6,900万円丸3コンクリート補修等に1億1,600万円丸4仮設備に3,000万円 これらに消費税を加えました8億400万円を見込んでおりました30ページを開き願いますい令和元年9月時点でございますまちづくり委員会でご報告をさせていただきました9月時点では線路上の橋桁の丸に塗装塗り替えにつきまして当初側面張り出し部分は電車の運行停止時間帯である夜間3時間での施工であったものを 京阪電気鉄道株式会社と交渉を行い徹底した電車の安全管理安全運行のもと足場を常設して同社における精緻な施工計画を作成することで電車の運行時間帯昼までの施工が可能としたことで当初当初予算から1億円の減額を図りこの時点では7億400万円の工事費を,工事費を見込んでおりました。 工事費の内訳は表に記載のとおりでございます。次に、う、現在でございます。さらに、9月時点から各工事におきまして、本市積算基準により算出した工事費比較、専門業者への施工方法の適正性確認などを行うことにより、さらなる減額を図りました。まず、丸1補強、えー、橋脚補強についてでございます。地中基礎コンクリート巻き立てにおきまして、 掘削土を処分し、埋め戻しの際に購入土を利用するから、掘削土を京阪電気鉄道株式会社ヤード内に一旦仮置きし、埋め戻し時に再利用するに見直したものでございます。これにより、9月時点から消費税抜きで、1900万円の減額を図っております。次に丸 ② 塗装塗り替えについてでございます。29ページの丸3の図に、 お示しをしておりますように、線路上の橋桁の仮面下の面の部分におきまして、昼間でも施工可能の箇所に関しまして、精査を重ね、その一部につきまして、夜間施工から中間施工に見直しを見直したものでございます。これにより9月時点と比べまして、1300万円の減額を図っております。03コンクリート補修等についてでございます。 求める性能を有する複数の使用材料のうち市場単価で最安値のものに見直したものでございます。これにより9月時点と比べ3,500万円の減額を図っております。丸4仮設備につきまして交通誘導員の配置計画を見直したものでございます。これにより9月時点と比べ900万円の減額を図っております。以上の見直しから委託金額は 6億2033万4000円となっております工事費の内訳は表に記載のとおりでございます最後に括弧に委託金額の適正性についてでございます委託金額につきましては本市積算基準やすでに一般競争入札により契約をしている一般区間の設計金額とも比較をすることで適正性の確認を行っております 続きまして、議49ページをお開き願います。議第2 7号、指導路線の認定についてでございます。今回、指導路線に認定しようとする路線は、40路線でございます。まず、1、京都都市計画、京都国際文化観光都市建設計画、都市計画事業、上鳥羽南部地区、 土地区画整理事業の施工により建設した道路が30路線でございます51ページから53ページにかけまして一図を添えておりますのでご参照ください次に54ページをお開き願います 2. 都市計画法による開発行為に伴い建設された道路が旧路線でございます 五十五ページから六十二ページにかけまして一図を添えておりますのでご参照ください。次に六十三ページをお開き願います。三現に一般交通のように供されている道路が一路線でございます。六十四ページに一図を添えておりますのでご参照ください。続きまして議六十七ページをお開き願います。 議第271号指導路線の廃止についてでございます。今回廃止をしようとする路線は17路線でございます。1京都都市計画京都国際文化観光都市建設計画都市計画事業上鳥羽南部地区都地区画整理事業の施工地区内にあり当該事業の施工に伴い不要となった道路が旧路線でございます。 69ページに一図を添えておりますのでご参照ください。次に71ページを開き願います。2、現に道路の機能が失われかつ隣接土地所有者から廃止の申請があった道路が8路線でございます。72ページから74ページにかけまして一図を添えておりますのでご参照ください。 建設局から上呈をしております議案のご説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでははじめに議第二百三十九号一級河川七瀬川有水地整備工事請負契約の締結について質疑のある方は挙手願います。はい、茂木議員。 えー、私からですね、えー、ちょっと確認の、うん、ためにちょっと質問させていただきます。あの楢瀬川用水地の整備はですね浸水対策として地元,地元の期待も大きい,大き,い大きくですね8月のまちづくり委員会においても質問いたしましたけれども改めてお聞きしたいと思います、えー、工事の工期短縮についてその後、ですね検討状況があ教えていただきます。 小川土木管理部河川防災担当部長はい、七瀬川遊水地工事の工期についてでございます。まずあの工,期の工事の契約工期につきましては、各工事ですね、各工事の標準的な施工日数から算出してございます。次に工事の順序について、まずちょっとご説明させていただきたいと思います議25ページの工事概要図をご覧いいいたただきながらお願いいたします。 工事はまず、有水地の周囲に鉄製の焼いた護岸工を施工いたします、これはあの高焼いたあるいは交管焼いたと呼ばれるものでございます、その次にです、ね、管理用新入路というあの部分はございますけれども、ここの出入りを工事用車両がここを使って出入りいたしますが、この出入りを確保しつつ、有水地全体の掘削を行ってまいります。 その後に付け替え河川の工事を行いながら有水地の底あるいは壁面のコンクリート工事あるいはパネル工事を行ってまいりますこのように本工事は順序立てて施工しなければなりませんのでどうしても工事期間が長期にわたりますただですね8月の,委員,会でもご指摘の委員からご指摘のとおり有水地は浸水対策として早期の完成が望まれております そのことから、遊水地の用地を最大限活用いたしまして、可能な限り工事やあるいは作業を同時並行で進めていくよう、ですね工期の短縮について現在も検討しているところでございます。工期の短縮によりまして、浸水効果のみならず、ですね工事が長期にわたることによる地元の皆様へのご負担も軽減も図ることができることから、 本契約後は、請、えーえー、け負い業者と綿密な調整を行いまして、一日も早い完成に向けてしっかりと取り,取り組んでまいります、以上でございます茂井、はい、<源>まあ今、あの説明、えー、いただきましたほんでですね。私が一番気になるのは、この工事が長期に渡、えー、<coughs> ることまで <coughs> ちょ、ごめんなさい。 え工事が長期にわたることで、ですね周りの影響は大変大きいと考えております、でそこでですね、えー、周辺住民に対する工事の影響をどのように少なくするかあ、どういう形で考えておられるのか、ちょっとご説明いただきたいと思います小川部長、はいえー。工事の影響についてでございます。えー、本工事ではではすね先ほどご説明させていたただきましたが、えー 鉄製の焼いた五眼孔の施工をいたします。この時にですね、騒音や振動の影響が生じると考えてございます。このため工事に使用する重機につきましては、騒音・振動に配慮したものを使用する。まあ、例えばあの低層型と呼ばれるものがございますが、このようなあの重機を使用するなど工事の影響を最小限に抑えるための工夫を行ってまいります。またあの工事期間中は土砂の搬出 あるいは材料の搬入などでですねあるいは重機の搬入搬出がございます工事現場から大岩街道へのダンプやトラックへの出入りが多数発生いたしますそこで交通誘導員の適正な配置や交通への影響を最小限にとどめる通行ルートの選定などできる限り現地の交通への影響を少なくするように努めてまいりたいと思います以上でございます茂井委員 さんあ参考なんですけど、この焼いたね、これ、何メーターものを打たんです、小川部長あすみません、焼いたの長さはあの一定ではございませんけれどもあの、大きいもの、長いものでしたら15メートルほどになります。あのこのの現現場で現場ででメートル 小川部長掘るのはあの5メートルなんですけども、えー、いわゆるその針といいますか、自立して持たせるということもございますので、えー、ここの現場では地上から15名最大ですけども、15メートルのものを使用いたします支援員。まあ、それでわかりましたけれども、大変な15メートルいうと、ごっつい9もいるわけやね。 でまあ、そこでですね工事に対する影響を最小限にすることはもちろんでありますけれども、あらかじめ地元の皆さんにですね、えー、きちんと工事の内容をす,あのすることがですねトラブルをなくしで、工事をスムーズに行う上で大事であると思うんで、えー、その点、地元の皆さんにどのように説明していくのか、お尋ねしたいと思います。小川部長 この七瀬川の有水地の事業につきましてはこれまで平成29年度あるいは30年度と地元の皆様と意見交換会や説明会を実施しながら進めてまいりました本工事の実施にあたりましてもしっかりと地元の皆様に工事内容をご説明していきたいと考えております工事説明会につきましては来年の1月ごろを予定しております あのこれはもしかすると日程の都合で2月になるやもしれませんが今のところ1月を予定しておりますその後工事中におけます現場見学の実施など工事に対する地元の皆様のご理解をいただきながら工事を進めてまいりたいと考えております以上ででででございまますす<源>水地地はここのの域で貴重な公共空間でありそそしてそこで河川の 増水時ののみがたまるものであり、えー、平常時はですね有効活用が可能なので東半分を広場として活用すると以前の委員会でお聞きしました、えー、地域にとってもとても良いことではありますけれども広場を使ってもらえるには安全をしっかり確保すべきと考えますけれども、えー、広場の安全をどう考えておられるのかお聞かせください 小川部長、はい、今回の事業の中で、遊水地の一部に広場の機能としての合わせ持たせるわけでございますが、あくまでも遊水地でございます。こういうことを十分に踏まえた上えで活用していただく必要があると認識しております。例えば、今委員ご指摘のとおりですね、増水時、あるいは大雨の時には、遊水地内に水が流入することが想定されます。 またゲリラ豪雨が発生いたしますと川の水位が急激に上昇し遊水地に一気に水が流入することも予想されますそこで広場の利用にあたりましては利用時期も含め利用者の安全対策を万全にした上で利用していただく必要があると考えております具体的には遠隔地からモニターで確認できる監視カメラの設置などのハード対策 あるいは大雨の多い時期には広場の利用を制限することを含め利用者の安全を確保するための対策を広く検討しているところでございます。今後、地元の皆様と広場の利用方法について協議させていただき安全対策にご理解を得てまいりたいと考えております。以上ででで、ございます。す<源>、えー、先ほどど、もちょっとと聞たたんですけどあの工事が長期にわたることで まあ、地域に影響を与えるとほんで、ね、僕あの、よく言われるんですが、あの辺であのあの岡田山の撤去とかあのしてるんですよね,ほんでねあの、やっぱりダンプ、工事用のダンプが、ね、走りますわね、それにものすごい住民がうるそい言わはるんですわ。 で,ですからね、僕は今度はあの、もう調査してはるか知りませんけれども、新十条通り、ああのトンネル、あれがほれ、この4月から無料になりましたわね、われわれは、あれが無料になったから、大岩街道の車の量はもう完全減ったと思ってるんですよ、でまあ、どれほど減ったかいうのは調査もしてへんし、わ、えー、からないんですけれども、時間帯によって、もう以前より全然違うと。 そういうい、あのーまあ、地域の人もそう思ってるんですよね、ですからやはりそういう過渡期やねから工事を一日でも早く、ねあのー、済ましたい、そういう気持ちがあれば、まあ、説明行って暖房の台数がこうやと言われったところではね、やっぱりトンネルの,あの開通をしたから、ここは減ってますし、一日でも早く完成したいということで、僕は懐に入ってお願いした方が、僕はいいと思うんですよね。 もう大体感、感づいてあると思います、その量が減ったということは、あの車両のね、台数が。だから1回、調査し,あのしたいと思いますけど、そこら1回ちょっと、あの台数をあの,ちょちょあの多分してると思うんですよ、その点どうです田中建設企画部、技術企画。 担当部長、はいえー、新十条通りが4月1日から、えー、無料化されたときの,の周辺の道路、特に今回でいうと大八街道の交通量でございます、現在あの、実はこの秋にです、ねえー、データを取っておりますけれども、今、その取りまとめをしている最中です、でえー、まずあの速報ですけれども、やはり大八街道に関しましては、やはり若干交通量が減っているというデータが出ておりますので、まああの、それ以外のところも含めてまた整理をしますけれども、今、委員からご指摘いただいたように、 新十条のことで、いい影響で大岩街道が若干減っていると、に合わせて、この工事の段部の交通というところも総合的に考えていくというところは非常に大事かと思っておりますので、地域の方々、地元の方々にしっかりとご説明できるように取り組んでまいりたいと思います。以上でですすす資源しますけれども奈良川の有水地はですね あの近隣も含めてですけど大雨に対して効果のある事業でありますで、まあ、待望の工事であるがためにで,す、ね、できるだけ速やかに、先ほども言いましたように、えー、かつ周辺住民の影響が最小限度になるようです、ねえー、工事を進めていただきたい、えー、そのためにも先ほども言いましたよけれども周,周辺住民に工事の説明をしっかり行っていただき 後期短縮をしっかり進めていただくことを、まあ、私からお願いして質問があります小川部長、はい、あの今、えー、先生からあのご指摘のとおりですね、遊水地の工事は本当に地域にとっても大切な工事だと考えております、えー、地域の方々にしっかりとご,ご説明させていただきましてあの、安全を第一に、また影響も少ない形でですね、 え何とか工事を一日も早くやり遂げていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、進行いたします。赤坂委員、はい、えー、っと私の方からいくつかお聞かせいただきたいと思います。まあ先ほど、えー、資源委員の方から工事の長期間化の問題が言われました。 それ聞いてて思ったんです。この,今日の説明を聞いていて、えー、今回の工事の契約内容は、えー、いわゆる遊水地を作ることと河川の新たな付け替え工事をするそれだけのお金で8億円ということでしょうかそれと、えー、その後、この2億円をかけて、えー、令和4年度に えポンプ設備および広場等に関する工事が約2億円見込んでいるということはまあ今おっしゃっているような工事がえ単純に終わらないということではないでしょうかその点心配しているのが一つそれとこの間あの七瀬川の,この先ほどからの説明にもありますようにえ浸水被害が発生するということでの対応策がえ過去 私の教区ではですね、えー、いろんなところでこの下流,だ下流域の近くの、まあ、浸水対策だということでこの間も説明もされてきましたけれども過去あの、いわゆるこの七瀬川の二層構造を竹田地域でも作られたという経験がありましたね。 ですからあの、その点、過去の,この資料としてです、ね、七瀬川の,このいわゆる河川整備のために、えー、どのように工事が行われたか、またそのために費,じ、えー、費やした費用、この点についてです、ね、あの資料として求めたいと思いますが、いかがでしょうか小川部長。 はいまず1点目でございますけれども、今回の長瀬川の工事につきましては、8億、きょのお金、費用がかかるということで、ご提案をさせていただいております、その後、2億円のかけまして、ポンプですとか広場の工事を予定をしております。 でまずあの8億円の工事につきましては今、先ほどご説明させていただきましたとおりあの令和4年度末を完成を目指してあそれにさらにです、ね、後期短縮をいたしましてあの今進め、えー、検討を進めているところでございますであのその後にあの4年度に発注予定しています2億円の工事でございますがこれは本体工事と並行して工事を進める予定をしておりまして合わせて 令和4年度末に完成するということで、本体工場同時に完成するということで、今、進めております。はい、それからあの下流域のところでございますが、あの先ほどご説明ございました、あの東高瀬川の合流点から、あの二層式河川、あの下があのいわゆるボックスカルバーと、上流がいわゆるせせらぎが楽しめるような、浸水型の河川を整備してございますけれども、これの資料要求ということでございますけれども、 えー、まずどのどのように工事されたかということでございますかね。はい。あの工事まああの何年から何年まで工事させていただいたかということとそれからあの、えー、費用につきましてあの資料で提出させていただきます。赤坂委員まああのこの間のその治水対策ですねこの川のね、えー、それについての資料をいただきたいということです。 それからあの今お話聞いてて、え、成え、和4年度に予定しており、事業費はということでの話でしたけども、結局これ8億円というお金と別にこの令和ヨネ年度完成の,あの工事の完成は一緒だけれども、お金は別途2億円いる、ポンプ工事やらを含めているということですね。この点、もう一度確認してあげたい。岡母部長 はいえー、今回ご提案させていただきます工事につきましてはいわゆる遊、えー、水地の骨格をなす部分、えー、護岸や板工でございましたり遊、えー、水地の,あのコンクリートの定番を、まあ、もちろんの掘削ですとか遊、あのー、水地の形が見える部分あるい、えー、それと加えまして河川を付け替えるという工事でございますで令和4年度に追加で考えている工事は、えー、さらにです、ね、あの排水ポンプを設置するのこのポンプ工事は現在まだ入っておりませんので排水ポンプを設置する あるいは広場の出入り口ですね、今、基本的には今、工事や計上させていただきますのは、理用の通路としての進入路でございますので、広場に出入りされる方の通路部分の新設、あるいは周辺の道路部分での最後の復旧の一部分ですね、そういう部分を予定してございます。赤坂委員あのすみません、うん、そしたら 結局、8億円プラス2億円の10億円総額の契約を今回結ぶということですか。小川部長、えー。今回の契約はあくまでも、えー、ご提案させていただきます8億円の工事でございます。令和4年度につきましての2億円の工事はまた別途発注をいたします。以上でございますす、ねえー、私が心配するところは まあ東伊達町からのまあこの前、前回の委員会の中でも、自民党の茂さんも公明党の川島さんもおっしゃった、この東館町のこのやる雨水のね、すごい鉄砲水で出てくるという問題を言われました、で私も申し上げたところでございますけれども、その点を考えるとですね、 えこのちょ東館町内海から降りてくるいわゆる南北の、ねえー、水がです、ね、これ角をショートカットして直角にショートカットしているほぼ直角にショートカットしているのがあの大丈夫なのかということを思うんですで、まあ、流水の流れる先から西へ付け替え河川1 3 3ルというふうに。 えー、この新しい河川を付け替えるわけですけれども,もう流入口となるのが西側半分というふうなことを書かれています、まあ、こういう点でね大体いい水というのは自然の高いところから低いところへ流れるわけで,で、えー、現地はあの知らない人はあれかもしれませんがこれ大岩街道よりもかなり下の場所に今電池電波田の跡地で耕作放棄地みたいな状況の ところですよねでそういうふうな状況になっているところに水が、あまあ、言うたら先ほどから話がありました突発性の,この集中豪雨などがあった場合ですね東側部分にも入ってくるのが先に入ってくるんじゃないかというふうに私は心配するわけですそういう点で新しい川に流れが集中して付近に流れることはないのかあと溢れることはないのかということを心配するんですがいかがでしょうか。 小川部長、はいえー、と今の,あの委員の,あのご指摘につきましては、えー、議24ページの一図の部分のいわゆる七瀬川の,あの、えー、青い線がです、ね、あの大岩街道と書いたところか一旦東に触れまして、遊水地をあのか、まあ、囲うように流れているこの現況をあの、議25ページの工事概要図にございますように、付け替え河川によりまして、えー、西に直接降るという。 ところのご指摘でございますね。はい。でまずですね、あの付け替え河川につきましては、いわゆるあの完成形の断面を持たせますので、元、え、々、ー、もともとの、えー、東に降ってあの降ってる旧河川よりも断面は大きいございます。いわゆるは大きい河川になります。で あとあの、いわゆる西側に曲げる、えー、わけでございますけどもあの直角に曲げるわけではございません、こうじがえず、ー、にございますようにややあの膨らませて曲げておりますのでこれはあの水の流れを考慮してございます。でですので 今ご指摘のようないわゆる広場あたりの方に直接水が入るということはございませんでさらにです、ね、有水地の原生地と書いてますとこの上に越流堤とございますがこ,れちょっとあのこの越流堤のところにつきましては川の高さを越流堤のところだけ大だ体いい半分ぐらいの高さに いたしまして水が川の満水時になる前にもう水を流し込むという構造にしておりますのでそれも含めますと今ご心配のようなですね川が付け替えてもその通りいかないのではないかということはございません、そのへんは設計の段階あるいは設計に伴いまして模型実験というのをやっておりますけれどもそれも踏まえて確認をしてございますす以上です赤坂委員 まあ今の説明の中でまあ満水時にえこの新しい河川できたところに流し込むというようになっているわけですがその流し込むのはえポンプですよね、ポンプアップするわけよ、ね、でこのそういう点で後でえ工事をするという排水ポンプを稼働させるというところの,このポンプ設備があのまあ同時に完成させられると。 いうふうふに先ほどから話はありましたけれども、このポンプはなければ、満水時にポンプアップして、あのこの高瀬川長,瀬川長瀬川の方に流せられないということになりますので、この点、この同時着工が本当にできるのかどうかということで、この心配をするんですが、いかがですか小川部長、えー、すみません。まずあの 川のが満水になる前に越流堤の方から水を流すという構造になってございます。それから、有水地の水を川に戻すのは七瀬川の水位が十分に下がったことを確認してから流します。それで七瀬川の安全度を確保いたします。そそうういい前提がござまますそれから排水ポンプにつきましては えー、令和4年度に発注予定を考えてございますけどもあの今の本体工事の進捗を見ながらあの発注をしてですね同時完成をさせればあの特に問題ないと思いますまたあの工事中に水がたまるということにつきましてはまた工事の中で対応していきたいと考えております。以上ですす赤坂委員とと、まあ、とににかかく水というののは一旦あふれたらら大変なことになここりますからこの点 あのきちんとできるかどうかという、まあ、付近の方の心配もありますのでね、えー、特にあの治水効果について、えー、やっおおむね10年に1度の確率の降雨に、えー、対応するという話が、まあ、前回の質疑の中でもありましたし今回の説明文の中にもありますが、まあ、その点で、えー、答弁ではですね、えー、以前、シ、え、ャ、ー、答弁では大体、えー、いい32ミリに対応できるようになっておると。 いう話もありましたけれども、今やもう100年に1回の対応は必要と求められるような集中豪雨もありますので、こういう点できっちりですね、河川対策をやっていただきたいということを強く求めておきたいというふうに思います。これは、まあ、100年に1回の対応値はどうなんですか実際に32ミリ対応でできるというふうに話していた小川部長。 えー、すみませんあの100年に1度の、まあ、大雨となりますとあのこの遊水地でもですねやはり耐えきれないところは正直ございますただ、ですね、えー、まず遊、えー、水地のこの工事をしっかりあの完成させて治水効果をまず発揮させるということは非常に大,大切だと思っておりますのでこれを一日も早い完成向けてあの私ども、えー、努力してまいりたいと思います。以上です赤坂委員 まあ自然災害というのは人間の力では対応できないという部分もありますから、まあ、この点は認めますけれどもやはりやる以上はですねやっぱりきちんと治水対策をあの効果的にできるようにやっていただきたいというふうに思いますで特にあの都市基盤河川改修事業として今回河川の付け替え工事を含めた遊水地の整備工事の請け負契約ということになっておりますえ財源内訳というのはどういうふうになっているんでしょうかまた 国の補助や京都市の記載というのはどういうふうになるんでしょうか小川部長、はい、この工事につきましては国の交付金を活用しております交付金それとこれは京都府からも補助をいただきまして国府市で3分の1ずつの負担割合でございますなお市の負担につきましては記載を活用させていただいております以上です赤坂委員 きっちりですねあの国の補助金もしっかりもらっていただいて、あのー、有効活用できるようにしていただきたいと思います、えー、っとあとその、えー、2億円の,そのポンプ設備、えー、広場整備の,この予算の提案契約というのはどういうふうになるんですかね。小川部長 あの令和が、ね、4年度に工事予定にしてございますのでその辺のあの契約といいますか基本は一般競争入札でございますけれどもそれにつきましても合わせて設計とともにですね合わせて検討してまいります以上です。 赤坂委員まあ、あのまだ概算見込みということでございますので、まあ適正な価格で安全対策が十分取れるようにやっていただきたいということを強く求めておきます。終わります。はい、進行いたします。川島委員はいよろしくお願いします。 まあ今回、えー、七瀬川の治水対策が、まあ、これまで以上に一層進むということでありますが、えっと、初めに、まあ、これまで七瀬川の治水対策をはあの進めてこられました、あの全体の,あのこれまでの進捗について、簡単にご説明いただけますでしょうか。小川部長 はい、七瀬川の全体の進捗のでございます。七瀬川はもともと河川があの狭い、強小な河川でございますので、度々浸水被害が発生してございました。平成元年度あるいは11年度には下流部のところで浸水被害が発生してございます。このような状況を踏まえまして、これまであの地中 治水対策といたしまして、再下流部となります東高瀬川合流部から、新門上橋の上流部950メートルの区間におきまして、平成4年度から上部、上ですね、上が水があふれることのできる浸水空間のある河川、下の方にですに、ね、地下に大量の雨を流します、暗渠を持つ二層式の河川を整備をいたしまして、 この工事につきましては平成2020 20年度に完成してございますでその後有水地の設計調査に着手いたしまして用地の取得を行いまして用地もあの全て取得が終わりましたので今年度より工事を行うということで今回ご提案をさせていただいている状況でございます以上です川島委員はい、えー 下流部からあの河川の整備を進めてこられまして今回、この遊水地 を整備をされることでいうこととというです、えっと、今回のこの有水地の治水効果については、あの流量最大で2割以上低減することができるというふうに、えっと、資料に書いていただいていますけれども、まあ、あのざっとですね、これまでこの七瀬川の治水工事を進められてきて、あの工事をされる以前に比べてですね、全体としてどれぐらいの軽減が図られたとお考えでしょうか小川部長。 はいえー、まずあの下流部の950メートルの区間につきましては、えー、完成をいたしておりますのであの基本的に、えー、七瀬川の,、えー、のいわゆる浸水被害というのはなくなったと考えております、まあ、ただあの、これかえー、この近年の,あの、えー、なん気象状況によりましてはまたちょっとどうなるかとはございますが、えー、かなり低減されたと考えておりますで一方で、えー、有水地の部分につきましては 平成25年にです、ね、あの JR の奈良線の少し上流部東側で浸水被害が発生しているということも踏まえまして今回、有水地の方もしっかりと整備をしていきたいと考えてございますですのであの効果としては950メートル分の効果としてはしっかり出ていると考えておりますし今回の有水地につきましても治水効果は発揮できると考えてございます。以上です川島委員 これまで河川の整備を進められてきたことでもう河川部に関してはあのかなり安全性が高まったということで地域にお住まいの方からもですねあの ここれままでいいろいろな浸水被害があっったおお話も伺っておりますでこの,あの整備をしてたいただいて以降、まあ、そういうこともなくなったので、まあ、一定安心だというようなあの喜びのお声も聞かせていただいているところですけれども、まあ、あのこの治水対策今回の湧水対策をされてです、ね、今後の七瀬川の整備のご予定がありましたらお聞かせいただけますか。小川部長はい 今大変喜びの声を頂い,いているので非常にありがたいと思っております七瀬川につきましては今申し上げました下流の改修をいたしました後ですね現在この遊水地の新設する計画で事業を進めてございます遊水地が完成しましても下流950メートル区間よりも上流につきましてはまだ改修が終わってございませんのでこの遊水地から下流からですね え、開始済みの間の区間につきまして、はえ、どのようなあの回収方法がえがいいのかということで、整備の在り方について現在検討しているところでございます。以上でございます。川島委員ま、これからあの検討されるということですので、まより一層あの皆さんの安心安全を守れるようなあの整備を進めていっていただきたいと思います。そこであの先ほどあの？ 茂委員のご質問に対しましてです、ね、整備後、あのこの遊水地にです、ね、あのモニターなどを設置してあの流量を監視していくようなお考えもお示しになられておりましたけれどもあの以前にもあの私、要望を質問させていただきました。あのこの七瀬川よりも 上流地域あのお手、本水等々があって、まあ、ここのところのあの地域の方のご心配ということがまあ、非常に大きいんです。で、あのこの地域にあのこの有水地にまあ、今後モニターの設置等。 などを検討される際に、ですねこの上流部分のこの河川、こちらの見守りをしていただいた上で、この遊水地の見守りも大切になってくるのではないかなという,ふうに思うんですけれども、そこのところあの、もう一度お話を聞かせていただけますか。先生、ご指摘の場所でございますけれども、これにつきまして、私どもも注目をしている場所でございます。でえー これまでもです、ね、あの水路の横に管を新しいバイパス管というのを入れたりです、ね、それをあの昨年度あの、上流に延ばしたりとかいう対策は進めてございます、はい、でそれにつきましてあのしっかりまた維持管理もいたしましてです、ね、あの河川の機能が最大限発揮されるようにあの維持管理もいたしまして、えー、状況を見守っていきたいと考えております。 でまずはやはりあのその下流部になります七瀬川のこの有水地があのまず整備されることによりましてあの少しでも水の流れが良くなると考えてございますのであのい一番にはやはりこの有水の整備かなと考えてございますであのモニターの監視につきましてはあの今ちょっとご要望いただいたところでありますのであの基本的にはあのモニターの監視につきましては、まあえー、水位の監視のがメインでございます でえー、っとあの今のご指摘の場所があのどのような監視がいいのかどうかも含めましてです、ね、あのちょっとまたご検討させていただきたいんですが基本的にあのモニター監視というのは排水機場ですとか あのかなり規模の大きいところでの監視をいたします。今回もあのポンプがポンプ場と言いますか、まあ、ポンプを設置することもございますので、あの水位監視をいたしますので、えー、通常ですとあのこのばこのような場所でモニター監視はなかなかちょっと難しいというのはあの正直なところでございます。以上でございます。川島委員、あのぜひともあの検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えっと最後にですね。 えっとこの今回の工事の安全についてあのお伺いをしたいと思います、えー、深草谷口町の交差点、まあ、ここの交差点あの非常にあの変形の交差点になっていまして、まあ、通常のでもあの危険な箇所になっておりますあの先ほどはあの大岩街道の交通量が少し減少したようなお話もされておりましたけれどもやはりあの朝夕方 この時間帯はですね私もあの通っておりますけれども非常に交通量が多いあの道路でありますまたあのこの谷口町の交差点から一本西にあの変速なあの T 字路の交差点があるんですけれどもここからはですね非常にたくさんの車があの南側から出てくるまたあの歩行者の方も ここはたくさん通られるところであるんですけれども、信号機がないということで、地元の方からは、ここに信号機がつかないかというような要望も聞いておりますが、警察の方でも、なかなかちょっといろいろな条件が整わないというところで、信号機がつかない状況のまま、歩行者の方が、特に通学時間なんかはね、ここを通られる場所になっております。そういった方の 安全をしっかり守っていただくためにもです、ね、この谷口町の交差点を含め、そのもう少し近隣の交差点も含めて、安全対策をしていただかなくてはならないという,うに思っておりますが、その点、いかがでしょうか小川部長その委員ご指摘のようにです、ねあの、こちらにはあの深草谷口町の交差点をはじめまして。 いいくつかの交差点がございますであのやはり、えー、交通量が非常に多いということとあの通学の方もあの、まあ、いわゆる歩行者の方あるいは自転車の方もおられます、はいえー、そのような状況をです、ね、まずしっかり把握いたしまして、えー、交通整理員をあの適切に配置するなどのあるいはあの工事の予告ですね予告看板をあのどのように配置するかこれもです、ね、あの契約後あの受け入れ業者としっかりあの綿密に調整いたしまして またあの交通管理者さんたですねあのちょっとご意見といいますか調整させていただきまして交通安全に対します、えー、安全確保ですねこれはあの万全にしていきたいと考えてございます以上でございます川島委員伏見からですね山下の高校とか大学に行かれる方もこの道をあの自転車で通学をされているというお話もあの。 よく伺っています工事車両が通りますと、そのダンプ車両から落ちた砂利等々が道に散乱することによって、非常に危険なこともあるというふうなこともお聞きしていますので、状況に応じてこの交通安全を守っていただくこととです、ね、また、そういった砂利と積載物が落ちるようなことがある場合は、清掃点検などもしっかりとしていただきますよう、お願いいたします最後その答弁を求めて終わります。 小川部長、はい、あの今ご指摘のございました、えー、交通安全だけでなくその、えー、ダンプあるいはトラックからあの砂利とか土砂が落ちないようにということでございますがもうこれはあの物を輸送する上でも基本的なことでございますで,あので言いましてもやはり相当数の台数がございますのであの私どもあるいは請負業者も含めましてあの定期的にあのパトロールあるいは荷姿といいますか積み具合をチェックいたしまして あの化石えないようにあの運搬しましてそのようなあの道,道にです、ね、土砂を散乱させるとかそんなのないようにです、ね、しっかりと指導してまいりましてあの安全に工事を進めてまいりたいと思います以上でございます、はいえー、先ほど赤坂委員から要求のありました過去の七瀬川の治水整備内容と費やした費用の金額の資料については理事者提出できますか小川部長 はい提出させていただきますはい、提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかはいご異議がありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします理事者におかれてはなるべく早くご提出いただきますようお願いをいたしますこの件に関しまして他にございませんか安井委員 手短にお礼したいと思います。ま今、あのこれからま事をするということで、まそれについてですね。ま安全対策多く質問がございました。ま、それも皆さん方の努力でですね。しっかりやるとまこういうことでございますので、ぜひお願いしたいと思います。ちょっと私の方からですね。ま工事をやる前の問題で。まあ今回これえ3000平米。 え深さがだいたい5メーターを掘られると、まあこうですね。そうするとお1万5000リューベぐらいの土量が出るわけですけれども、この掘る前に、えー、ここのまあ土の問題、えー、特にはこの頃公共事業でですね、土壌汚染とか山排がですね非常にまあ多く出て、工事費の増額、また工事期間の いわゆるその、えー、延長ということがです、ね、非常に大きい問題が出ております、えー、ほとんどまあこの後継修行をやるときには、その問題が出ておるということで、そういうのを委員会でも論議をされました、まあ、そういう点で,です、ね、まずここの地歴の問題ですね、この辺はどのような形で把握をされております小川部長。はいえー、このののの部分のいわゆるあの、えー 歴史、地歴といいますか、でございますけれども、あのここにつきましては、おおむね、えー、住宅、あるいはのいわゆるその農地ということで、あのいわゆるその工場があったとかいう履歴はございませんでした、それは調査させていただいております。でまたあの、サンプル調査にをさせていただいておりますが、それについても特にあの、まあ、異常といいますか、そのいわゆる汚染物質はちょっと検出されておりませんですす以上でございま委員 まあ、あのそれで少し安心をいたしました。ですからまあ工事についてはですね、えー、即まあ着工して、いったのも期間の中でやれるということでございますので、えー、安心をいたしましたで。それと同時にですね、まあ、今度はあの、えー、15メートルの焼いた打つと、まあ、こういうことでございますけれども、えー、その土質と申しますが、頑張ってあればですね、またいろんな問題が出るわけでありますが、その辺のチェックはどういう状況で打つか。小川部長。 はいえー、やはりあの今回です、ねあのまあ、最大ですけども 15m ーーを打ち,こ打ち込むと言いますかあの基本的にはあの焼いたに、えーまあ、オーガと言いましてあの切りもみする機械に焼いたを添えまして、えー、土をあの切りもみであの少しずつ、えー、ほぐしながら押し込んでいくという工事でございます。であの 一方で、ですね硬いまあ地盤というのはそこの方にはございます、でもそれに到達しませんと、あのー、どうですかね、えー、安定しませんので、あのー、そういう硬い部分はございますで、それにつきましては、なるべくあの通常でやりますと、やはり振動ですとか、あのー、かなりえ音が出ますので、ただ、音は全く出ないわけではございませんが、なるべくあの低層音型でいますか、そういうことにも対応できるような機械を今、選定中でございます。以上でございます安い 機械はこの頃はやっぱり性能が高くてですね、まあ、以前みたいに打ち込むということじゃなしに押さえ込むというかねじ込むというかね、まあ、そういうことですから、えー、騒音についてはかなりやっぱり減っておるということであります、まあ、しかしながら、まあ、先ほど来騒音振動これについてのやっぱり懸念もあるということでございますんで、まあ、ぜひそういった新しい機械の中でですね影響の出ないようにということはお願いしたいと、まあ、それとその岩盤室まで到ま達するということなんですけれども その辺は工事にです、ね、影響のない土の性質、またそういうもの地盤がどうであるのかと、これについて、再度ちょっとお聞きをしておきます岡川部長。すみません、あのそこの方あの硬いのですけれども、いわゆるその岩盤というところまでではございません、あるいは石が多いところはございます、でこれにつきまして、ボーリング調査で一定把握はしてございまして、それをもとにですね、あの 重機の選定といいますか、先ほどあの先生ご指摘のよりあの新しい機械も含めまして、どのようなタイプがいいのかというのを今選定中でございまして、なるべくあの周囲に騒音や振動をあの小さくするような機械をあので工事を円滑に進めてまいりたいと思います。以上です。安井委員、まあ今回の工事はねこれまあおさご全部オープンでねカットでやられますから、まあ一定の工期についてはですね。えー そんなに長くね、ほ、えー、の候補よりもお早いだろうと思いますけれども、まあ、かなりまあ土の量も多いわけでありますし、まあ、こういった土の量のまあ排出、また、えー、機材の搬入、まあ、こういったことをいろいろと安全対策、懸念されておりますので、ぜ、ま、ひ、あえー、お願いをしたいなと思うところでございます。それとまあ今回の、まあ、これも例えでありますけれども、今回はオープンでこういうまあ池を作られるということでありますけれども、これまであの下水のですね、 えー、感染工事ありますね要はあの構造は一緒ですわね、かかがあふれた部分は貯めて、そしてまた出していくということにありますけれども、まあ、例えばこれあの、全部地下構造にして、上を全面、例えば使ったとしたら、その工事費というのは、対比としてはどれぐらいかかるものですかな。岡部長 今のご質問は、遊水地をいわゆる地下構造にした場合ということでございますでしょうか、はい、あの申し訳ないですが、この遊水地のこの工事につきましての、いわゆるそういう試算はないんですけども、おおむね、やはり倍ぐらいはかかるんではないかと考えております。以上でございますあ、えー 谷口土木技術防災減災担当局長はいえっ、ー、と先生あのご指摘のようにえっ、ー、と一定上を使おうと思うとまあ地下構造にしなければならない人工地盤を作らなければならないそうなると大体概算なんでどこまで正確かわからないんですが1.5倍ぐらいはかかるというような試算が出ております以上でございます安いんまああのいろいろとねそういうことも含めて検討されたようでありまして、えー、工事費またあの施工期間 安全の問題、これからのた後の広場としての使用の問題、これは地域として十分に協議をされて決められたということでございますので、ぜひ早期着工、そして、竣工期限内の竣工をわれわれも願っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です他にございませんか赤坂委員 あの資料として求めたいんですけれども、今、いろいろ各委員からもお話があって、安全対策ということがありましたけれども、私もあのこの焼いたおつということについてのシールド的なね、えー、なねじ込む、えー、どんどん打つんじゃなくて、過去の、ね、やり方とはずいぶん変わってきてるということですけれども、やっぱりいろいろあちこちで苦情を聞いたり、私もしてますので、まあ、この点、あのこの間、説明会を。 なんか2回ぐらいやられたというふうにあの説明がありましたけれども、まあ、どういうところとあのちゃんと話ができているのか、でまた、えー、今の安全対策ができるということのこの協定書をです、ね、地元とやっぱりきちっと結ぶべきだと、安全対策、工事計画の協定書ね、えー、これについてはどのようにお考えでしょうか。小川部長 これまでの説明会あるいは地元との意見交換につきましてはどちらかと言いますと有水地の形あるいはその広場としての機能について意見交換させていただきましていわゆる具体的な工事についてはまだちょっとご説明の方はしておりませんこれは今後来年1月に予定してます工事の説明会で説明させていただきたいと思っております。 であの一方であの、まあ、いわゆるその協定とかいう話なんですけども、あのそ,えー、それはそこまでちょっと考えてございませんあの、こういう形で工事させていただくというご説明した上でで、すねあの工事着手をしてまいりたいと考えております、以上です赤坂委員、まあ、あの地元の方が求められたら、あやはりき,きっちりとですね公共事業でもありますので。 こういう工事計画の安全対策とかいろいろ含めて、ですねやっぱりきっちり協定書を地元と結んで、そして誠実に履行していただきたいというふうに思いますすいかかがですか小川部長。やはりあの、工事の内容につきましてはあの、丁寧に説明させていただきまして、あのまあ、その辺んの、えー、ご理解いただいた上で、工事をしていきたいと考えております。 またあの周辺の,あのまあ家屋、近接するあの家屋につきましてはあのいわゆる家屋調査といいまして事前にあの調査をするなどの対策も考えてございますのでそのようにあのそれでえまずしっかりとえご説明とそれから調査を進めた上で工事を進めていきたいと考えております。以上です赤坂議員 当然あの、家屋調査などはあのこう振動と音の関係で言えば振動があるんやったらやっぱり考えなあかんということだと思いますので、まあ、この点あの、しっかりと地元の要望に応えてあの協議いただいて、まあ、協定書を結ぶことも含めて、えー、検討されることを求めておきます終わります。はい、他にございませんか。 次の途中ですが、えー、15分間の休憩を入れたいと思います、えー、再開時刻は午後6時25分といたしますなお5分前に予告放送を流しますのでご了承願います